となく下げときますね。申し訳ないですね。申し訳ないですんでね。よろしくお願いします。うん、皆さん、ここだけの話なんですけれども、何を時代は農業。本当にいきなりどないしてん、はい、農業の野の字も知らんやろ。最近はですね、オーガニック野菜だとか、スーパーには出回らない珍しい野菜を作る特殊な農家っていうのが流行ってきてるんですよ。あ、まあまあ、それね、テレビのニュースとかで聞いたことあるけどさ。いや、だからね、僕はそういう農家をね、始めようかなと思ってるんですよ。農家始めるって感じで、まあ、農家もやったことないお前でも何農家を始めんねん。セクシー大根農家ね。お前何始めようとしてんねんお前。セクシー大根の時代がすぐそこまで来てます。いや来てるか。いやあれたまたま売れたセクシーな形した大根がネットでちょっとバズってるだけやねん。甘いんですよ皆さん。はあ、セクシー大根の抱き枕がグッズ化されてる時代ですよ今。あ、そんなん。これミニサイズ3500円します。ミニで35で、これビッグサイズになったらこれ5000円超えるんですよ。5000円超える大根の抱き枕が結構売れてる。お前セクシー大根の時代来てもてるやないかお前。え、はよ言え。そういうの俺言うたやろ俺それを。ねえ、セクシー大根のグッズが売れてるってこと、大元のセクシー大根売れへんわけないもんね。商売ってそういうもんですからね。でもほらあれやな、セクシー大根農家をやるとしてやな、それなんかそのセクシーな形のした大根を作ろうと思って作れるようなもんな。それはねご安心ください。僕はね独自の栽培方法というのを考えております。やるやんけお前、今日教えてくれよ。とそれ、これ企業秘密なんですけど、内緒にしておいてくださいね。大根をですね、いやらしい目で見ます、うん、はぁ、それはいやらしい目でじっとりと大根を見ます。なんやその栽培方法。俺12時間、お前12時間の24時間体制でやるから絶対言えない。ブラックすぎるやないか。大根はね、真っ白なんですけどね。やかましい。誰がうまいこと言えるうまい大根作りますよ。一人でやっとけ、これ。いや、どんなんしたらセクシーな形になるわけないやん。なるんですって、これ、ほんと。いや、もう聞いて損したわ、お前ね。ちょっと待ってください、皆さん。お前、よく見たら、ええからかしとるな。はぁ、なんかな、腰あたりもなんか肉つきよくて。何やねん、いや、俺で、お前、俺の腰関係ないやろ。ちょっと、触ってもええ。ええわけないやろ。おい、あ、あ、おい、おい、おい、近づいてくんな。何やねん、こいつ。え、皆さん、見てください。めちゃくちゃセクシーな感じになってないですか。ほんまやー。ちょちょちょ、で皆さんも俺のこといやらしい目で見てますやん。勘弁してくださいよ皆さん。隠せそうなんです。こう大根だって人間だっていやらしい目で見られたらセクシー育ってしまう、そういうもんなんですね。これ確かに俺も今セクシーなんて思うだろうな、うん、だから今から俺大根やったるから、お前セクシー育てる練習やっとけ。分かった、じっくり見ときます。たまらんわこの子。鍋出てまいそうや。いや畑のマリリンモンローですやん。え、大根どうなってんの。おいおいおい、大根オブ大根オブ。いやこれ大根オブジョイントやないかい。どうも畑のエロテロリストです。懐かしの M 字開脚。こんなプレミア大根どえらい金額ついてまんちゃうかいな。オープンザプライス、1、10、100、1000万、10万なんぼや。100億万円です。うわー、鬼みたいな金額ついた。こういうビジネスやろうと思ってますけど、どうかな。絶対いけるやろ。ちょっとお恥ずかしい話なんですけれども、恥ずかしい話、はい、この年になりまして、うん、ようやく覚悟ってやつが決まりまして。覚悟、はい、うん、何の覚悟。飛行機の中で人が倒れちゃって、うん、はいはい、お客様の中にお医者様いらっしゃいませんかって状況があるじゃないですか。あ、まあ、はい、要テレビとかで見るやつですよね、うん、僕あれ行こうと思ってます。何の覚悟決めてんの。やっと決まりました。お待たせ。誰も待ってよ。お待たせしました。何を待たせ。お前がいても何もできへんやないか。そんなところで。いや何もできないかもしれないけれども、助けたいって気持ちは人一倍持ってます。いやだから何やねお前。だから行けるはず。邪魔なるだけ や, いや、とにかく覚悟決めたんで本番で実力出すための練習しておきます。うん、練習大事だから。はい、出るもんがないやろお前。、はい、いきます。やんエコノミーです。いや知らんけど。大丈夫ですか。お客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。お客様倒れてしまいまして、助けていただけるお医者様いらっしゃいませんでしょうか。
あのお医者様いらっしゃいませんか。あの助けていただけるお医者様、お医者様いらっしゃいませんでしょうか。あのアイマスクつけてリクライニングしてちゃうぞお前は。何してんねんお前。ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさい。ちゃう、全然覚悟決まってへんやないか。あの覚悟はできたと思ってたんです。はあ、だけどもなんせこの想像と現場って全然違うから。どこが現場やねんお前。全然違ったプレッシャーが。新宿風やからここまで。いや座った瞬間すごいプレッシャーでいけなかった。ゴリゴリ想像の範疇やろ。いやでも初めてだったんで次はいけると思うんで、ちょっともう一回お願いします。何を縮まってんの。大丈夫ですか。お客様の中にお医者様いらっしゃいませんか。お医者様でいらっしゃいますか。あ、すいません間違えました。何やすいません間違えましたと。くるっと回ってリクライニングじゃないねお前は。新幹線にしかないやろそんな。すいません。戻ってこいお前は。こんな悔しいのいつ以来。何しろお前。いつ以来この悔しさ。お前がやりたいって言い出したんちゃうお前。なんかプレッシャーがすごかったんですって。俺が手挙げた時ずっと下向いてもぞ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 しとったけどお前な。こんな練習でこんな簡単なことかな。お医者さんいらっしゃいますかって言われてる状況で医者じゃないやつが入って出てくるの簡単なことかな。はぁ、あ、そもそもなんでしちゃうけどさ。お前がやりたい言うたよ。これ簡単なことじゃないよね。そりゃそうやろ。この重圧お前耐えられるか。何を背負ってんねんお前。やってみるかお前。なんでそっちがやらなかった。意味わからんやろ。違う、お前がやりたいって言い出したやろ。でお前が何もできない。お前自身が一番分かってんねやろ。ほなもう何も考えずに気持ちでぶつかってきたらええんちゃうんかお前。俺としたことが。すいません皆さん取り乱しました。俺目覚めました。せやろ。おはよう。何やそれ。お前寝てたやつやんそれ。お客様だからお医者様いらっしゃいませんか。お医者様でいらっしゃいますか。ビーフオアチキン。はい。俺はチキン野郎になるのはごめんです。会話できへんやんけこいつ。このまま手を洗わずに処置に移ります。絶対洗えよ。なるほどね。ああ、なんとかなりそうですか。はい、今から私が口から手を突っ込みます。そして原因となっている部分をわしづかみにして引きちぎります。何やそれ、医者が使うことも一つもないやないか。いや、おお、大丈夫か、ほんまに。おお、何ですかそれ。おやべえ言うてるねん、今日。皆さん、落ち着いてください。あ2個あるやつです。ほな、ええかってなるわけないやろ、早く戻せよ。1個あれば大丈夫やつ。1個あれば大丈夫ねえんだ、お前それ大事だ。お前ふざけた人間抽選箱ちゃうねよ、お前。おお、何やそれ、ドゥルドゥルしたやつ。え、また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 ちょくちょく出てませんよ、お前。もうええよ、お前どっか行けよ、お前は。クソの役にも立たへんやんけ、あいつ。あのすいません、僕まだ研修医なんですけど。え、研修医なんかことありまして、言ってください。え、私歯医者なんですけど、なんか手伝えることありましたら何でも。はい。うわ、何もできへんやつのおかげで出てきづらかったお医者さん出てきやすなってんねー。私ヤブ医者です。ヤブ医者。私闇医者です。あ、もう何でもいいから来てくれ。私ミーシャです。ミーシャ。ずっとファンでした。歌います。何とかなりそうやでこれ。ちょっと皆さん下がってください。何やお前。ここは僕に任せてください。またお前か。お前ふざけんなよ。お前飛行機をた警察突き出しちゃうからなお前。なんやこんなこのおきやつ。3800g の元気な男の子です。あ、もうおめでとうございます。おめでとう。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもどうもよいしょ。日本一お笑い界こっからここまでわしの国。おしどりと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ねえ、まあ皆さんね、無駄話って言葉ありますけれども、無駄話ね、僕はね、こと会話においては、無駄なことって一切ないと思うんですよね。ああ、まあ確かにね、これ何気ない会話から仲良くなったりすることもありますもんね。そうでしょ、うん、まあ、ですからね、今日皆さんこうやって集まってくださったわけですから、うん、せっかくならね、一つの共通の話題で仲良くなれたらなと思ってるんですよ。めちゃくちゃいいやんかね、はい、そんな。で、そんな仲良くなって、ね、飲みに行ったりしたらいいわけですから。まあまあまあね、仲良くなったらね。よろしいですか。ちなみにそれ何の話題もできて、それでちょっと盛り上がりますよ、今日ね。そうですね、うん、大きい方が漏れそうな時に、お尻の穴入れといたらなんとかなりそうなひらがなってなんだと思います。むちゃくちゃ無駄話やないか。すいませんね、こんな時間からね。時間とか24時間無駄話じゃ、こんな話。すいません、盆明けに。盆明けにすいません、ね、盆前でも無駄話やろ、この話。ちなみに君は何だと思う。どうでもええわ、そんな。次こっち行きますね。行くな、そんなんで、お前。意味わからへん。いやいや、ひらがな一文字くらい言ったってくれ、いいじゃないですか。いやいや、なんでそんなん言わな。すぐ終わるんだから言ったよ。いや、そんな考えてから答えたくない。場がしらけるからすぐ言ったよ。いやいや、言ってるやろ。わかりました。え、一緒のお願いです。ええと、こんなに使って。お願いします。やば、一緒のお願いです。もったいない。言ってください。まあ、そこまで言うんやったら、まあまあ、まあ、お前が言ってる意味わからんけど、うん、今パッと思いついたやつは。あ、そういうのでいいですか。なんか、ひらがなの、うーんとか。うんは何のストッパーにもならねえだろ。すごいなこんだろ。
拾って帰りますね。拾って帰りますね。何が怒られてんねん。あまりにも変なこと言うからこいつが。お前水たまりできてるやん。まあね、ちょっと湿度がちょうどいい。湿度高いところから。いや、とんでもないよ。うん、なんでやねん、別にそんな。何もそこにはならないでしょ。そんなことないやん。入れやすいけどな。はい、入れやすいけど。うん、いやだからね、まずね、新人？いや、ベテランこれ最初。初心者？いや、最初で最後やろ、こんな話。新人軍記者っていうの、今日。いや、お前なんでベテランやねん、この話。いいですか、ちょっと見とけ、新人。はぁ、まず、肛門ってもんがあります、ここに。何の説明やねん、これ。で、ウナンって言ったら、このね、棒みたいなもんじゃないですか。これがこう入ったところで、上からの圧力すぐ抜けちゃうよね。知るか、うん、抜けちゃうでしょ、これ。そうなん。うん。まあ、だからね、これさらにこれ言っとくと、肛門っていうのは非常にデリケートな部位です。分かってるわ、そんなこと。それを踏まえた上で、どうぞ。まだやんのかい、これ。どんどん行った方がいいから、こういうのは。んであかんねえ、今ダメですから形変えてみて、はい、何ぬねの脳とかと正解なんそれ正解です何と嬉しないわでもすごい成長したねまあ僕はたどり着くこの脳にたどり着くのに3年かかってますから、ね、かかりすぎやろ50年しかないのにただ脳にはねちょっと弱点があるんですよね弱点、うん、取り出せなくなるリスクっていうのがあるんですいやそこまで考えて喋ってへんわ、うん、じゃあこれ答えいっちゃうかそろそろいや誰も待ってへんねんその答え答えはですね、うん、赤尾なんですね赤尾赤尾なんであと、オニアですね、取っ手がついてるんですよね。どこのこと言うてんの上の部分でこれ取っ手なんですけど。あ、もう取っ手そうそうそう。で、使う時っていうのはこれ逆にしてもらって、丸みを帯びた方からノンストレスでお尻に入れます。入ったと思ったらキュッと閉める。そしたら取っ手が出た状態になってるから、取り出しやすいですね、これ。ほんまやー！そうなんですよ、皆さん。ポンポンポンっていけるもんね。なるほどって思ったでしょ、これ。確かにね。さらに優れもんなのこれ、オなんですな。お、なんでなんであとってほぼ形一緒でしょ。でも、オには点がついてるんだ。確かに確かに。これが世紀の発明。そうなん取り出すだけってなった時は、この取っ手の部分に人差し指、点の部分に親指引っ掛けて、キュッとやれば先端細くなって取り出しやすいんですよ。あ、ペンチみたいになってるやん。すごい便利やん。取り出すリスクもなくなるぞ、ね。すごいね。だからスーパーで見かけたら、オの方がちょっと高いでしょ。あ、そうなんだ。まあ、便利やからね。そうなんですよ、ね、じゃあ皆さんよろしいですか、うん、せーので参ります、うんうん、大きい方が漏れそうな時にお尻の穴に入れといたらなんとかなりそうなひらがなは、うんうんうん、せーの、おー時間返せちょっと何の話聞かされてんねんアルファベットも決めときますいや、もうええわ、どうも拾って帰りますどうもおしどり大学と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いしますね。頑張っていきましょう。皆さんですね、リングっていうね、映画を見たことありますかね。あ、リングね。これ、髪の長い女性が井戸から出てきたと思ったら、こうテレビからも入ってくるホラー映画ですよね。実際にですよ、うん、自分のうちのテレビからあんなん出てきたら、どうします？どうするもこうするもないやろ。うん、そんなのね、うん。まあな。怖い。まあ、どう考えてもね。チャンスですもんねピンチやろ何をどうしたらチャンスになんねんあんなもんはみんなね貞子って名前にねちょっと誤解があるんですよねそう貞子といえどですよ一人のか弱い可愛らしい女の子なんですなちょい詳しく話聞こうかテレビからとはいいですよおうおう女の子から自ら僕たちの家にやってきてくれるおう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 あれれこれってピンチお前見た目も頭脳もドスケベやないかお前でもこれは間違いなくチャンスやということで今から貞子がテレビから出てきた時の練習やっときますちょい待ってあれこんなところにブサイクガリレオ誰がブサイクガリレオこんなところにいやちょっと贅沢言ってるのは分かってんねんけど、うん、どうせたこう明るい子のがええなーって思ってはぁいやねどうせ来るんやったら明るい子のが楽しいやんじゃあ、うん、リング2の貞子にするいや2でも貞子は貞子やろリング2の貞子は初代のやつとちょっと違うからお前のタイプにも合ってると思うよなそうなんですか、うん、じゃあとリング2の貞子でやったるからお前テレビ見とけ分かったザバーンあ、なんか飲め井戸水、飲むいや、どちらさんですか貞子だよいや、貞子がキュン出すかどないなってんリング2スポドリの CM かと思ったわいや、リング2はスポドリの CM ですよねそんなわけないやろまあでもこんなのが出てきた方がお前も嬉しいやろいや、それはめちゃくちゃ嬉しいけどまあでもそれで言ったらね、リング2よりもっといい貞子が出てくるリングっていうのもあるんですよね、うん、リング2よりもっといい貞子が出てくるやつあんのそんなやつよ豚野郎はおだまリングってやつなんですけど話変わってもうてるやないか、うん、これボンテージ来た貞子が井戸に腰掛けて散々罵声を浴びせてくるホラー映画ですどこがホラー映画やねんマニアック VR AV やろそんなもん、うん、誰がそんなん見たいねん、うん、じゃあ今から俺貞子やってるしお前テレビ見とけありがとう何見てんだいあんたもしかして私がテレビから出てくんの待ってんじゃないだろうねめっちゃ怒ってる
あんたがこっちに来な。むちゃくちゃなこと言うてるこの貞子。しょうがない豚野郎だね。あ、来た。うわ、テレビからおみ足が。さっさと舐めて綺麗にしな。ほな失礼して。ベロリングと。こちらアカデミー賞受賞作品です。嘘つけ。受賞してるとしたらバカデミー賞やろこんなもん。まあ、でも最高でしょこれ。最高のリングなんですよこれ。もう A にはええけど、うん、まあ R にはかなわへんな。え、何、お玉リングよりもっといいリングがあるってこと？お前知ってるかな、あの大きなたわわがポロリングってやつやねんけど。なんですかそれは。知らん。え、大きなたわわがポロリング。大きなたわわがポロリング。大きなたわわがポロリング。ちょっともう一回言ってくれ。聞きたいだけやないかお前。ちょっと耳が喜んどる。なんで俺の声どうしても気持ちいいね。おかしいやろ。え、それどういう内容なんそれ。よう聞いてくれた、うん、ポロリングの貞子は、うん、ダイナマイトボディの貞子が井戸から出ようとしたら、うん、お尻が井戸に挟まってもうて抜けへんようになってもうて、さらにはテレビにおっぱい挟まってえらいことになってしまうリングやねんけど。見てみる。百聞は一見にしかず。おな行こうか。おっぱいボーイーケツプリン、あーはー。巻き戻しボタンポチッとな。おっぱいボーイーケツプリン。巻き戻し。おっぱいボーイーケツプリン。巻き戻し。おっぱいボーイーケツプリン。早送り。あー近づいてくんな。気持ち悪いな。何をテレビの機能最大限に活用してんねん。最高のシーンでしたもんね。こんなんまだまだやね。ボロリングの見どころは井戸の中からの見上げるようなアングルのシーンがあんねん。え、どういうこと？あからんやっちゃな。ボロリングの貞子はテレビからケツ出しよんねん。男性の皆さん、お待たせしました。女性の皆さん、もう少々お付き合いください。すいませんね。おっぱいボインケツプリン、あはアングルチェンジ、あはお尻が井戸から抜けないわ。来る、きっと来る、きっと来る、あはいや、映画って本当にいいもんですね。どうもありがとうございました。どうもー、どうもー、どうもー。よいしょ、日本一お笑い界、こっからここまでわしの国、おしどり大夫と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。僕刑事ドラマがめちゃくちゃ好きなんですけども、はいはい、刑事ドラマね、まあ、あの刑事ドラマ何が面白いかって言いますと、うんうん、やっぱりね名シーンが多いですよね。あ、名シーンね、はい、僕刑事ドラマで言うと、うん、刑事さんも結構かっこいいんだけど、俺ねあの最後に犯人が胸の内心の内を語るシーン、俺あれ好きやねん。ありますねこれね。ありますよね、うん、じゃあ今から俺が刑事を追い詰めるから、うん、その犯人やったらいい。あ、やらせてくれるの。やってみました。ありがとう。刑事さん話してなんですか。あなたの犯行を裏付ける決定的な証拠が見つかりましてね、署までご同行願いますか。いつも爪が甘い私の人生そのものですよ。ケイさん、最後にタバコ一本いいですか。ということなら、はい、どうぞ。 ありがとうございます。午後4時30分被疑者を公然わいせつの容疑で逮捕。え、公然わいせつやったん。早くパトカーに乗れ変態。誰が変態や。日より先にタオルを貸すべきでした。なんで俺が今出たよ。おかしいやろお前。お前がな、ネットでぶちバズり中なんだよ。ネットでぶちバズり中で、全然お前が騒いでるとこはな。そんな決定的な職がネットでしかもぶちバズやねん。早く乗れ、早く離せやお前。何やねんこれ。お前かっこよかったな。どこがやねん。ずいぶんかっこよかったな。こんな貸すみたいな犯罪者に最後の一歩なんか刺すなや。刑事さん、最後一本いいですか。その前にそちらの一本いいですか。やかましいわ。失礼しますけども、そんな俺はそんなつもりないね。服着てんねん俺は。ちょっとかっこよすぎるから。は次俺かっこいいやつやります。は、うん、10年追いかけた犯人を崖で追い詰めるシーンやらして。ああ、そうそう、そういうやつや、うん、お前を追って10年もう逃げ場ねえぞ。ケイさん、待ちくたびれましたよ。なんだと。僕はね、自分の中に獣を飼ってるんですよ。イカれてやがる。そんな人間の苦悩があなたに分かりますか。分かりませんよね。黙れ黙れ黙れ。いいから服を着ろ。なんで俺崖で全裸や。まさかこの後に及んで獣を放し飼いにしてやがるとは。うまいこと言わんでええねん。現行犯で逮捕。なんで10年逃げ切ったやつが最後全裸でフルチンで現行犯でおかしいやろ。お前芝居の幅がすごいな。
違う俺こういうやつやりたいんじゃない、もっとかっこいいやつやらせろや。負けでお前がこう立ってるとこまでよかったんやけど、もうサイコパス系だと思ってなかったよ。いやいや俺そんなつもりでこんなやってへんのわ。分かりませんよねもう寒くないでいいって。そんなつもりじゃなかったやろ俺。ちょっと俺目立たせしてる。じゃあお前の中しか目立てへんの。じゃあ俺アジトに突入します。あ、うん、過激派の犯人やってください。あ、緊迫してるのね。目立とうとすんなよ。いやお前動くな。まさかここがバレるとはな。でもな、ワイもまだ捕まるわけにいかへんぜ。どこ見てんねん。まさか二丁拳銃だとはな。ちょっと嬉しい。ちゃうなお前。またフルチンやないか俺。冷静に話し合わないか。冷静なく話し合えるかこんな状態で。これならどうかな。え、なんでお前も脱ぐねん。ほーら怖くない。俺めっちゃ怖いねんけど。至急応援です。その大変な応援よねえねん。今来たお前もヤバいやろ。刑事なんて仕事やってるとな、何が正義か何が悪かそんなことさえも分かんなくなっちまう。え、でも忘れることはない。おめえらみたいな悪党にも親がいるってことをな。なんかええ感じになってるけど俺ら二人ともフルチンやで。今だバケンバカ動いた動いたなる。どっちの銃口を見てんだお前は。俺も捕まるわけにいかへんで。バキュンバキュンバキュン、キンキンタバキン。ほぼ匿名係長やないか。何してんねん。帰ったら相棒見直します。お前ずっとチャーボーの話でもう終わりました。どうもー、どうもー、どうもー。よいしょ、日本一お笑い界、こっからここまでわしの国、おしどりダイナと申します。よろしくお願いしまーす。よろしくお願いします。ありがとうございますね。ありがとうございます。はいはいはい。まあ、我々もね、今ライブこうやって出てますけど、はい、まあ、いつかはね、ロケ先から生中継、生放送の仕事なんでね、来ると思うんですよね。あ、いいですよね、はい、若手で言うとね、うん、商店街からのロケとかありますよね。はい、でそういう時に、ね、大事になってくるのが、うん、面白素人と、はいはいはい、本当にヤバいやつ、うん、もうテレビに映っちゃいけないやつ、これを見極める能力、これ大事になってきます、ね、なるほどね、放送事故を避けながら、こう取れ高値を残さなダメですもんね。じゃあ今から俺、街中の人をやりますんで、練習しといて。あ、練習させてくれるの。お願いします。ありがとうございます。はい、ということで本日こちらから生中継でございますけどね。俺は飲んでねえぞなんかおもろそうなおっさんいますね。ちょっと話聞いてみましょう。すいません。お、なに、あ、なに、お父さんは昼間から飲んでるんですか。俺は飲んでねっつってんの。いやいや、お酒もたれてるじゃないですか。酒、これお前、これえ兼用だよ。お、何持って街歩いてんのお前。もうちょっと出過ぎちゃってよ。ほら、持ってくださいなんて言われる、持って帰ってくださいなんて言われるから。いや、そんな病院あるかお前は。おー、飲むだ飲むだお前、何してんねえ。これ糖尿だな。適当なこと言うてんちゃうぞお前。味がほぼリアルゴールド。はぁ、お、飲むな言うてんねん。やめろ。ちょっと待って、テレビやってんのこれ。あ、お昼の番組の生放送。あ、それ若いのに大したもんだこれ。あ、ありがとうございます。あ、じゃあテレビ、カメラさんちょっとね、はい、テレビってことならおじさんいいもん見せてやったよ。あ、いいもん見せてもらって。カメラさんこっち側行くよ、行くよ、はいはいはい、おちんちんポロロン。何してんだお前。おいおい、え、放送事故ですけど。いや、こんなんどうしようもなかったやろ。若手には無理か。いや、若手には無理か。こんなおっさんおらんやろ、うん、これからも YouTube だけやっていくか。そんなこと言われやん。生放送任せられんかお前には。こんなおっさんおらん言うてんねん。まずね、ションベン飲むやつ相手すんな。いや、そらそうやな、うん、生放送中にな。ちゃんとやってください。まだもう一回やらせてくれ。お願いします。はい、ということでこちらが現場から生中継でございますよね。やべえ、テレビやってんだけど。あ、やばかいな。いや、おもんなさそうなんですけど。モノマネやりまーす。モノマネ。今のバカチンガー。テレビなめんなお前は。おもろじゃん。おもんないわ。もう一回、もう一回。あかんかお前は。ここでおとなしくしとけよお前は。すいません、ちょっと他に誰かいないですかね。おっぱいボイーン、服パツーン。もうとんでもないダイナマイトボディや。ちょっとあの人に助けてもらいましょう。すいません。はーい。あかん、カメラさん向こう向いて。ボタンパーン。え、ちょっともう一回やらせてくださいよ。飛んできたボタンでベルトプチズボンストーン。コンのバカチンチンボロロン。いや、ゴミみたいな双子なしすなお前は。言えた。次ギリやったなお前。いや、シャッセイ。あ、お店ありますね。あ、すいません、こちら何屋さんなんですか。うち花屋やってます。花屋、家系ラーメン屋みたいな挨拶しますね。でも花屋さんやったら安心ですね。え、ご主人のおすすめとかあるんですか。おすすめ、あの、花ではないんですけども、はい、こちらの観葉植物。あ、観葉植物めちゃくちゃいいじゃないですか。ズバリこちらお値段は。こちら末端価格で、はい、絶対高いやつやないか。こっちテレビ、テレビ、おー、めっちゃ焦ってるやんかお前。おー、スーって吸ってハーってなってギンギンになったらあかんねお前は。何してんねん。なんやこいつ。誰や。テレビの前のみんな、今日は
忘れられないにしてあげるからね。この街でダントツヤバいやつ出てきた。おいおいおい、なんやなんやなんや、お前何何出す気や、うん、ギターポロロン、ややこしいねお前は。あ、すいません、ちょっとさっきいろいろあったもんで。ギター弾いてただけなのに。あ、ストリートミュージシャンの方ですか。あ、そうです、あの僕全裸ストリートミュージシャンやってます。いや、これ放送事故やないか。もうよ、ありがとうございました。どうもこっからここまでわしの国おしどり大名と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。頑張りますね。ちょっとね、はい、この前すごいことありまして。お、すごいこと。はい、あの、うん、僕がですね、女友達とカフェでお茶してた時の話なんですけど、うんうん、お前嘘つくなよ。え、何お前女友達おらんやん。いやいや、あの僕もね、いい年なんで女友達がいるんですよ。そう、でその女友達と銀座カフェでアフタヌーンティーしてたんですけど、大阪行ってちゃうぞお前は。え、何がアフタヌーンティーや。こんな肌荒れ顔して、お前みたいなやつはな、朝一からキンキンの井戸水でも飲んどけねえ。すいません。あのさ、ああ、嘘だけど何？何が目的やねん。何ですか皆さんも。何を開き直って。今こいつ僕のことを決めつけて嘘つき呼ばれしませんでした。いや結果嘘やったやないか。いや一旦僕が嘘ついてたことは置いときます。なんで置いとくの？みんなが見える位置に置いときます。誰も気にしてへんよ。置いとくんでね、安心してください。誰も気にしてない。ちょっと一つ聞きたいんですけど、今俺が銀山カフェで女友達とアフタヌーンティーしてるっつったら嘘っつったけど、それはなんか証拠掴んだ上で嘘って言ってた。じゃこれ証拠だからそういうやつ。あのいらんこと喋らんでいいから、嘘だったか嘘、証拠あったかなかったか教えて。なかった。うん、下がれ被告人。誰が被告人や。閉廷。なんで閉廷や、なんか裁けやせめて。つまりこいつは、わかりましたよね。なんやね。つまりこいつはね、人を見た目だけで判断する最低野郎ってことなんすよ。いや大げさですよね。ちょっとみんな、こいつどうする。いやお客さん巻き込んで何する気やる。あのこの中にネットとかに詳しい人います。お前ほんまに何する気やる。あのワンクリック作業のところダブルクリックしてやろうぜ。いやしょうもなすぎるやろ。嫌がらせさ、ちょっと俺はお前のこと知っててからたまたま嘘ちゃうかなと思っただけやね。なるほどね。ねえ、うん、じゃあそれで言ったらもう一個話があるんですけど、なんやあのこの前電車乗ってたらですね、もう目の前にとてつもない美人の女性がやってきたんですよね。でいい匂いするなと思って匂い嗅いでたら、気づいたら山手線発車してたんですよね。あ、そうなんや。そうなんやなわけねえだろ。何で怒られてんねん。ねえだろうがよ。かわいそうですよね。ちょっと待ってください、こいつから見た俺って銀座のカフェで女友達アフタヌーンティーしてるわけはなさそうだけれども、うん、電車で会った女性はクン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 してそうってこと。いやそこまでは言うてへんやろ別に。しかもよく考えてください、僕が山手線発車乗ってるってことはその女性も発車乗り続けたんですよ。そいつも変やないか。変な話なんですよこれ。いろいろ考えたらな。ちょっとみんなこいつどうする。さっきから何やねんそれ。あのグループラインだけ作る。がっつり話そうです。あの俺の一存じゃ決めれねえからさ、これは。なんでやねん、うん、もう一回チャンスくれ、チャンス。いやだから偏見を捨てて話を聞いてほしいんですよ。偏見を捨ててね。あのこの前ですね、うん、休みの日にもう暇で暇で仕方がなかったもんですから、うん、八王子の方まで溝に落ちてるエロ本探しに行ったんですけど、うん、そんなわけないやろ。これは本当です。なんでやねん。これ何してんねんお前、休みの日すごいな。お前さ、偏見捨ててって言ったよな。いや言うたけど、お前が次偏見で物事を判断するようなことがあったら、汚れた手でのどちんこをわしづかみするって俺言ったよな。それは初耳ですけど。言いましたよね僕。いや絶対すんなよそんなこと。ちょっとみんな、こいつどうする。おい、それなんで一回こっち投げんねん。直近で集まれる決めようか。あと何で俺の職後日やねん。みんなの中間の最寄り駅取ってさ、集まるわけないやん。集まろうよ。もう俺はお前が休みの日にわざわざ遠出までしエロ本拾いに行くようなキモいやつよな、キモいやつじゃないと思うのが嘘つけって言っただけやないか。ありがとう。いやそれ嬉しいんだよお前は。どうでした。どうもおしどり大名と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。たくさん入ってますし嬉しいですね。なんかね、ほんと少ないかと思いましたね。いやいや、ほんとにね。そんなこと言うねお前。ご機嫌で。ご機嫌でってね、お前だけやご機嫌な。こっそり帰ったんだと思います。そんなこと言うなお前。あ、頑張ってね、行きますけどね。何やろ、頑張って行きますけど、まあ、何やともあれですね、あのすごい時代になりましたね、今の時代ね。お前、いきなり何の話だよ。e スポーツ。あ、e スポーツね、プロゲーマーのやつですよね、e スポーツってね。まさかね、ゲームやってるやつがプロって呼ばれて世界大会やったりすると思わないじゃないですか。あ、まあ確かに、ね、初めて聞いた時びっくりしましたね。まあでもそれで言ったらね、うん、僕も小さい頃からずっとやってるゲーム一つだけあるんですよ。あ、そうなの。ほんなお前もこう e スポーツの選手がプロゲーマーになれるかもしらんやんすよ。そう、すごいね。え、ちなみに何のゲームやってたんやん。
乳首当てゲームね。ほら、イースポーツちゃうやないか。寝るのも惜しいじゃないですか。そもそもイースポーツの E っていうのはこれエレクトロニック電子機器っていう。あ、そうなんだ。ゲームってことなんだよ。あ、でもそれで言ったら乳首当てゲームもね、乳首当てられた時体電流走るもんね。いや、感じてるだけやないか。エレクトロニックって思ってますね。いや、感動だよ、お前。思ってる。何やそれ。大事これ、言葉は噛んでてもいいんだよ。噛んでても意味が大事だから。あ、まあまあ、伝われば大事なんだよ。確かに確かに、そのそう。エレクトロニックっていうね。言い直すな。言えましたね、これね。お前が感じてるだけで気持ち悪いです。そう、だからやっぱね、今日は皆さんせっかく集まってくださったんです。あの世界レベルの乳首当てゲームをお見せします。世界がやってへんねん別に。あれ、あの申し訳ないけど経験者だけど先行いただきます。勝手にやれやレッツエクスタシー。お、なんやねんそれ。帰ってこい。なんやこれ。あの恥ずかしいかもしれんけど決まりなんで。いや、お前が決めたよ。スッとやれよこれ。いや、あのな、競技としてやる以上何か言って始めるに決まっとるやろ。あ、そう。お前らの遊びと一緒にすんな。なんやその言い方。レッツエクスタシー。おゴロゴロってみんなで早やれや。じゃあ3、2、1ゲッチュー。キモすぎるやろ。とんでもないよこれ。何やゲッチューって。っ何やつくみさんある時ゲッチューってキモすぎるやろ。いや震えてますもん。いやいや知るか。え、どういうこと。今度だけや。それは卓球でいうサーンみたいなことですよねこれ。知るかそんなもん。さすがにこれは PC か。 PC？ うん、え、何それ。ペナルティ乳首。ペナルティーキックみたいなこと。これは、ね、何すんのよ。あの乳首当てゲームって本来こっちから当てに行きますけど、ペナルティー乳首になったら構えてる時に当てに来てもらいます。これペナルティーになってますか。お前から当てに来る。これ俺は当てたらよ。はい、行きます。カモンエクスタシー。まださっきと違うんだよ。来て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 。ペナルティーならへんよ。うん、ボーイミーツガール。キモいね。何やねんそれ。判定的どうだったこれ。いや俺のさじ加減で当たるわけないやろそんなもん。じゃあ0対0で後攻に移ります。あ、俺がやってる。うん、後攻です。レッツエクスタシーってね。だから耳からね、こうやって上げたらいいみたいな言いますもんね。でもジャケットがちょっとこれは、はい、ストップ。トラベリングだねこれ。そんなあんの。さすがに長いよねこれね、初心者とはいえ。いや、さっき言うのでそれ分からへんやんけ。さすがにこれはイエローカードか。なんでさっきのファレルペナルティ重いの、うん、これイエローカード2枚で乳首1個ちぎります。ペナルティ重すぎるやろ。遠くに投げます。なんでそんなことすんねん。毎週でええやろ。厳しくやりますねこれ。お願いしますね。レッツエクスタシー。はいはいはい。おそんなええんか。ちょ帰ってこいお前。何どっから出てきたんやね今。何ですか。何ですか。こんなの横動いたらこんな縦動いたらずるやん。これ反則ちゃうんかいなお前。いやだから、うん、俺もイエローカードです。ほな反則やないか。ちなみに俺イエローカードもう一枚出たら実質引退ですから。片一方乳首ないってことは。遠くに投げられてる。やばいよこいつ。レッツエクスタシー。早しここや。あこんなジャストミート。うわ電流発症。おう、まだやってねえじゃん。0対0なんで延長戦きます。いや、もうええわ。どうも、どうもー、どうもー。よいしょ、日本一お笑い会、こっからここまで、わしの国。星取り大夫と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと今日はね、皆さんめちゃくちゃ聞いてほしい話ありまして、はいはい、そんなめっちゃおもろいですよ。そんなん言ったら俺だってめちゃくちゃ話したい話ありますよ。はぁ？だよね、お前が話す内容より多分俺が話が絶対盛り上がるから俺に話させてくれって言って。はぁ？なんで分からんねん。え、どういうこと。青すぎるやろ。分かりました、こいつの説明。まあええわ、この間ね、僕大阪の地元で。ちょっと待ってくれよ。なんや、あそこのあれ何。はぁ？ちょっとあそこ見えてた。あの昨日僕が見た夢の話なんですけどね。あやないか。何してんねお前。おならで空を飛んでたらこんなでっかいうんこ出てきて。話しょうもなさすぎるだろ。今爆笑しとったやろ皆さんね。ないわ。腹筋大丈夫ですか。そんなことよりや。そんなことより。あっちの方が光ってない。どこ袖の方がチラッと見えたんやけど。え、ほんまに。地元でめちゃくちゃ有名な先輩がいるんですけどね。どこも光ってないやんけおい。光っとったらなんやねん。え、何その言い方。そうやろうが。気になりますよね、光ってるとこあったらね。お前虫かお前は。光ってるって。ひどくないこいつ本当に。そうやろうが。いやもうええわお前、そんなことよりやお前。何やねん。 あっちにまだ誰のものがない1億円持っちゃったで。え、ほんまに。どっか行っとけお前は。お前で、うんこがね、あまりにもでかいもんですから。うん、困ったなって言ってたんですよ。おい、これお前誰のものでもない1億円落ちてへんやないか。そんなもんな、日本中探しても落ちねえわ。しょうもない嘘ついてんちゃうぞ。アホすぎるよお前。こんな嘘に騙される方が悪いですよね。もうええわ、そんなことよりや。そんなことより。あっちのおっぱい落ちたね。え、
なんでこれで騙されんねんじゃない。なんやあいつ。それって誰のおっぱい。いやどうでもええわ。おっぱい落ちてるってどんな状況や。それはちょっと僕にも分かりませんけど。なんで分からねえ。もうイメージしてから袖行け。いやもうええわ、そんなことよりや。お前何やん、あのインドに本当自分落ちちゃったで。だからなんやん。お前みたいなやつはお前自分探しの旅出とけって言ったんだよ。言うてんねん。いや、ほんまの自分はずっとここにおるよ。素敵やん。何こいつ。この人素敵やん。あと俺パスポート持ってへんの。日本おるよお前は。お前が行け言うたやろ、インド。関東まで出てきやがったお前。全然ええやろ、もう。出てきて。これ見て、これ見て。何やねん。100円玉です。何やねん。ほんまに帰ってこないで。俺の500円どこ。俺の100円。おい、これはまあ、あと400円どこやったんや。ずっと100円です。どうせ返すか、お前は。ほんまに。そんなことよりや。息について、よーい、ドン。え、ほんまに。え、どういうこと。どういうことこれ。はい、勝手に行くんだよ。どういうことですか、これは。そんなことよりや。おかしい、俺のターンやろ、次は。お前ちょっと俺のターンだよ。いや、お前のターンだって、お前のターンっておかしいですよね。そんなことより、あっちのおっぱい落ちたね。うん、ハッピーターン。いや、貸しちゃおい。何や、そのしょうもないやつ。同じ嘘、俺2回も騙されるわけないやろ。ほんまにほんまに落ちてたんやって。まずおっぱいが落ちてる状況とか意味わかんないですもんね。行こう。しょうがねえな。青すぎるだろあいつ。もう今これでね、まあ、やっとゆっくり喋れますわ。で大阪帰った時にね、ちょっと本当に落ちてる。はぁ、あ、8個ほんまにほんまや笑っちゃいますね。どうもありがとうございました。どうもー、どうもー、ありがとうございます。よいしょ、日本一お笑い会、こっからここまでわしの国、おしどり大学と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ねえ、いや、あのさ、もう街中のトイレって全部使用中？何をいきなりブチ切れてんねん。使用中なのかな、あれってね。どないしたい、あの、お腹痛くなっちゃってデパートとかあのコンビニのトイレを借りようと思っても、はいはいはい、絶対ね、誰かが先に入ってるでしょ。あ、まあ、うん、行こうと思ったら埋まってるみたいなこと結構多いですよね。僕それで、どれだけ漏らしてきてることか。何してるよお前、うん、今年入って、はぁ、820g。 あんまグラムで言わへんやん、汚いな。うん、回数で言うとね、1回なんですけどね。めっちゃ買いでえやんけ、お前。1キロぐらいで出んで。食物繊維がね、もうすごくてね。改便改便、マジ勘弁って言ってますけどね。笑い事じゃねえから。お前だけや笑ってんの。笑い事じゃねえから、俺30なんだわ、俺。漏らしてる場合じゃねえんだわ。ねえねえ、まあそりゃそうやな、漏らしてる場合じゃないけど、ね、いい年してね、漏らすわけにもいかないんで、うん、トイレの中の人にプレッシャーかける練習やっときます。何やその練習。でトイレの中の人お願いします。意味あんのそれや。お願いします。適任だから。適任、え、何適任ってちょっと失礼ですよね。バレる、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 さっくりか。いや、クソンタレはお前や。どのタイムでもらってんねんお前。結構出た。結構出たちゃうわ。ホラー映画ぐらいガチャガチャしとったやん。いや、それ切羽詰まってるからこっちも。いや、やだじゃん、こんなんしたら閉店まで粘ったろと思うやろ。あ、そうなっちゃう。そらそうやろ。ちょっと困るね。じゃ、ノックしたやん、うん、ノック。あ、ノック。そしたら早出ようと思うやろ。ノックをすればいいから。いいやけね、俺が。どこで噛んでんねんお前。ノックはね、ちょっと、ちょっとフラッシュバックしちゃったから。いや、漏らしたやつ。トラウマがね、フラッシュバックしちゃったから。なるほどね、まあ、ノックをすればいいからね。そうそうそう、ノックしちゃうからね。せえよ。行くよ、行くよ、行くよ。はい、ファースト、セカンド、いきなりレフト。いや、そのノックなわけないやろ。いや、こんなツッコミさすなよ。すきやり。ガチャ、バタン、ブリ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 。ミッションコンプリート。いや、何が来ないなって。出し切れてないやないか。なんやねんこれ。なんやそのしょうもないボケは。本体が残ってた。本体が残ってたってなんや。そこの数いらん。あるよね、そういうことね。ないわ、そ、あ、そっちが本体ってことありますか。いや、ない、ないやそれ。お前の同調求めねえ。コンコンでノックすね。コンコンのノック。わかるよ。そっちのノックね。そっちしかないね。ちょっと頭使いすぎました。ちゃんとやれよ。あ、届かない。入って、コン
ってます。コンコン。あ、入ってます。コン。いや、入ってます。コン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 。え？コン。コンコン。もしかして。君が来た夏は遠い夢の中にサイコロ達人みたいになっててコンコンココン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 君の髪の香りが抜けた浴衣姿がまぶしいお祭りの夜は胸が騒いだよはぐれそうな人の中漏れそうだぞ先っぽで出るぞ家に閉めていたブリ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 君がいたら音出る場合ちゃうやろライト出るやろいや臭いねこれが本当の後の祭りなんやそれお前はどうしたおしどりと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやちょっとずっと聞いとったんですけど、もっと笑っていいんですよマジで笑ってくださいね。まあ ね笑いライブなんで。4年目になったからといってね、急にギャグを受け始めることありませんから。そうですよ。天子も一番最初に出てギャグやって全て変えてきたやべ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 って言ってました。痩せる思いをしましたけどまあでもやっぱ春ということなんで、ね、はいはいはい、ちょっと新しいこともね始めていかないかなと思ってるんですよ。あめちゃくちゃいいじゃないですか、うん、ちょっと始めるところ思ってることがありまして。何を始めんの。こちらですね。これどれ。ああ、ボーリング。このみんなでワイワイやったら楽しいですもんね。スカートめくりですね。何始めようとしてんの、ね、お前。まあ、なんか暖かくなってくるとね、街いらんことするやつが出てくるって言いますけれども。え、それです。いや、お前やったんかい、あれ。ごきげんよう。何やごきげんようって。青子、お前見てるよ。スカートめくって回っとったらすぐ捕まって回る決まってるやん。それは僕だってね、もう子供じゃありませんから、絶対にバレない方法っていうのを考えた上でやろうと思ってるんです、スカート。そういう問題ちゃうねん。いや、お前だってな、女の子からも周りの人からも、あいつがやったぞってバレんような方法があったら、スカート、ま、めくって回るやろ。絶対バレへんちゅうやったら、めくらへん理由がありまへんな。男ってはね、こういう生き物なんですよ。そらそうやんけ。モラルじゃ俺は止められへんで。最低やな、お前は。なんだよ、お前は。もうちょっと笑ってもらっていいんですよ、本当に。ありがとうございます、本当に。でもね、うん、さが使うめでも始めようと思ってんすよ。いやいや、そんな、なんか僕、バレへん方法ってどんな方法があるの。よく聞いてくれました、こちらの作戦。女の子の真下に上昇気流を発生させます。はぁ、人工的ですね、発生させます。何人工的にってどうやってやねん、そんなもん。あ、そうか、お前高卒やもんな。いや、関係ないやろ今それ。どうやってやんの。説明しますと、人工あの上昇大丈夫か。大引いてますけども、あの、大引いてますけど、ね、ギャグの説明大丈夫か。大丈夫かって、お前も飛ばしかけとれるよ。ひねり出しとったよ。まあ、僕はスカートを飛ばそうと思ってるんですけどね。上昇気流っていうのはですね、説明しますと、あの、はいはい、暖かい空気と冷たい空気がぶつかり合う地点に発生する自然現象ほど言うんです。あ、まあまあ、それ学校で習ったけど、それどうやってやんの。まあ、ちょっと分かりやすく説明しますと、このマイクをね、女の子だと思いまして、ちょっと離れていって、俺離れていって。お前はそこで、あの、フリスクをしこたま食べてほしいよね。しこたま、あの、2箱くらいね。2箱、あれ、どんだけ食わない。本来1つ目の2箱入ったら口スースなんてしゃあないやろ。そうなんです。あ、スースーになってね、冷やされた空気を女の子に送っていただきます。ははは、1フリスク2フフぐらいいける。なやそれ、1フリスク2フフで。みんな知らんねん、そんな。まあ、ちょっとええからやってみよう、これ。実験やろ、実験。それ、この空気で。僕はね、真逆からね、あの、熱々の激辛ラーメンを食べながら、女の子に熱々の空気を送るというわけなんですね、これ。なんやねん、これ。帰ってこい、おい。ミンティアの親か。どっちでもええわ。この状態が何かしらの方に触れて裁かれるやろ。これだけなら大丈夫ですよね。町の警察がほっとかんねん、こんなやつら。全然あかんやないか、この作戦。まあ確かにちょっと、あの、僕にしてはね、小細工に逃げてました。いや、そういうことちゃうの。俺が言うてないの、もっとうまいこと小細工せえ言うてんねん。スカートめくりで一番大切なのは気持ちなんですよね。小細工や言うてるやろ。スカートをめくりたいぞっていうこの僕の熱い気持ちと、周囲からの冷たい視線、この寒暖差で上昇気流発生させます。何を言うてんねん、ありがとうございます。付き合ってられるか、そんなに。みんな引いてんねん、もう。おい、後で金やるし、女の子やってくれ。しゃあないの。じゃあ皆さんはね、あの、とびっきりの冷たい視線を僕に送ってください。どんなお願いや、それ。よろしくお願いします。ああ、スカートめくりてえなー。激ヤバ変質者おるやな。
ジャンス到来。蝶のように舞い、蜂のように刺す。どういうこと？ちょっと何やってるんですか？安心してください、お嬢さん。え？これはただの上昇気流ですよ。上昇気流？そうだ。私飛んでる。空を飛んでるね。空に憧れて、空を追かけてゆく。あの子の命は飛行機雲。ペロン。あ、もしもし警察ですか？うん、勘弁してよ。どうも。どうも。どうも。よいしょ、日本一。お笑い会。こっからここまでわしの国です。おしどり大名と申します。よろしくお願いします。最近テレビ見てますと、回転寿司のニュースよく見ますよね。あ、やってますね。あの醤油差しとかね、コップとか直に舐めたりとか、唾つけたりするやつですよね。とんでもない話ですよ、あれは。いや、ほんまですよ、はい、あんなはね、周りの大人とかね、友達とか注意して防いでいかないダメなんですよ。あの、まあ、彼が言いたいことももちろんわかりますけれども、あの解決策としてはちょっと現実味に欠けますよね。そんなことないだろ、ね、そんなんで防げるなら事件になってねえよって言ってますけどね、お客様もね。言ってへんやろ、それも。おっしゃる通り。気まずくなんか思いさせんな、お前は。そうですよね。じゃあ他になんかいいなんか案あんのか。今僕が考えてるやつ言いますと、あの3皿に1皿、屈強な板前をレーンに流すって方法なんですよ。現実味のかけらもないやろ。粒がいい、ホッキがいい、タフがいい。何それ感じなのよ。しょうもなさすぎるだろ。まあいきなりね、現場に導入ってわけにはいきませんから、はあ、シミュレーションしときたいなと。はい、まあ今日はちょっと寿司テロリストできる。何や寿司テロリストって。あのペロッとテロできる。何やペロッとテロって。絶対導入されへんやろ。久しぶりに寿司屋来たし、いらんことしたろ。おお、板前流れてる。衛生面ないよ。通り過ぎてから、ほな眠らせてもらいますね。カンピョーギューン。え、ガリ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 。あっくん首にカンピョーが。こちらのお客様、お愛想です。おげおげおげ。スシロー、スシロー。いや、スシロー、スシローちゃう。何やってんねん。いや、暴力はあかんやろ。やっぱそうですよね。やっぱそうだ。いや、カンピョーで締め殺しとったらちょっとやりすぎかなと思ってたんですけれども。あかんよ、もうちょうどいいやつで。ちょうどいいやつ、いきます、もう一回やらせてくれよ。寿司屋来たし、いらんことしたろ。通り過ぎてから、ペロリン、ちょっと。やっぱ直で舐める醤油たちが一番うまいで。ご注文の商品が間もなく到着いたします。え、親方、出前行ってきます。何や、あいつ。ブル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 お前がテロリストやないか、ほんまにあったら。お前が悪いことしとるからね。違う違う違う、こんなん罰与える方がな、悪すぎたらこう罰与えるシステムして成り立てへんのよ。あ、ちょっと難しいっすね、これね。じゃあ俺がもう見回ってるから、迷惑客やっていい。はい、迷惑客やります。怪しい。こいつ勝手にオリジナル筋流してへん。何してんだお前。やべえちゃうやろ。お前レーンの上乗って逃げんな。待てこらお前。あれ、あそこ行った。刺身ペラーン、シャリガッサン、めちゃでか寿司をギューン。なった、なった。カチカチのお寿司でデーオイン。スパチロー、スパチロー。それスパゲティやないか。喜びますから、ね。誰かを笑顔にしてますから、ね。まあ、やっていきたいと思いますけどね。まあ、脱毛の話もありましたけどね。うん、聞いてた。VIO ね、なんかやっぱ脱毛しますするって言いますけど、僕ちょっとここのね。うん、
W みたいになってる、新しい W ゾーンがここだけめちゃくちゃもう毛生えてるんですよ、はい、もうこれちょっと見せてあげたいんですけどね、ちょっと配信もあることなんでね、ちょっと見せれないんですけど、いやいやいや、そんなことはないですね残念ですけどね、見せられないんですけどね、うん、まあ、まあ、そんなことよりですよ、まあ、ちょっと聞いてほしいことがありまして、はいはい、なんか今日ですね、ここ来る途中の道でね、うん、なんか中学生が数人集まってなんか騒いでたんですよね、あ、中学生が、なんかあったんですかね、僕もなんかなと思って通りすがりに見てみたら、うん、なんか溝に、うん、ゴミみたいなもんが落ちてたんですよね、ゴミみたいなもん、うん、それ以上でもなければそれ以下でもない、何やその言い方、うん、あ、まあちょっと一つ聞きたいけど、うん、その騒いでた中学生で男子女子、あ、これね全員男子中学生なんですよ、ああなるほどね、うんうん、でね、その僕街にゴミが落ちてるとか、うん、そういうの絶対に許せないんですよ僕、え、うん、まあお前なんかな、付き合い長いし俺にそういう一面がある、ことよう知っとると思うんやけどな、知らんけど、うん、みんなでね街をきれいにしていこうってやってんのに許せないでしょ、まあ、そういうのあるかもしれないですけど、うん、だからですね、そのゴミなんですけど、うん、帰りに拾って帰った方がええよな、お前それエロ本やろえ、いやいや、その溝に落ちてたゴミってエロ本やろって、え、聞こえてるやろお前は、じゃ中学生がその道で騒いで溝になんか落ちてるって、そのエロ本でしかないのよ、うん、それはあなたの感想ですよね、ひろゆきみたいな言い回してくんなよ、腹立つな、とにかくな、俺が聞きたいのはそういうことじゃなくて、何やねん、多分ですね、多分ゴミだとは思うんですけど、もしかしたら誰かそこに置いてるだけの可能性もあるんですよ、なんでそうやって思うねん、保存状態がいいんですよね、だいぶ思いやないかそれただの保存状態がいいゴミ、そんな言葉ないのよ、ほんならお前ゴミわざわざ拾いに行くようなええやつちゃうやないか、じゃあ何、俺エロ本だったらわざわざ拾いに行くようなやつ見えとるってこと、見えるわ、そういう顔してますよね、だからね、お前うん、顔がスケベで力が出ないよー、あかん、こうなったら新しいエロ本やで、ほらくる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 、バシー、元気100倍、ギンギンマン、お前エロ本確定やないか、じゃあお前、おいお前が勝手にやったんやろ、お前そこまで言うんだったらな、お前これエロ本じゃなかった時どうやって責任取るつもりや、いやもうほぼ確定でエロ本やから土下座でも何でもしたるわ、聞きましたよ、皆さんが証人ですから土下座するって言いましたからね、ほんならお前もしそれがエロ本やったらどないすんねん、そん時はお前の好きなページ1枚ちぎってやるわ、お前エロ本やないかってことなんでここまでバレてんの、隠すん、あ、分かった分かった、もうエロ本でいいわ、なんやねんその言い方、俺大人やから、腹立つわこいつは、俺 R18 やから、お前がエロ本みたいになってるやない最終確認させてもらうけどな、袋閉じが開いてて付録のディスク取られた後だったらゴミってことでええよな、いやお前完全にエロ本やけど、お前なんだかんだ言ってやっぱりエロ本なんかい、え、さっぱりエロ本言うてるかお前、俺大根おろしかけてポン酢で召し上がれなんか言うてへんやろ、レモンさっと絞ってな、いやそんなんどうでもええねん、え、いやほんでエロ本やったらさっぱりよりねっとりのがいいですよね、うん、じっとりのがええですよね、なるほどな、うん、じっとりもええな、どっちでもええわ、そんな、いやそんなことないやろ別に、とにかくエロ本っぽい要素あるかもしれんけど、エロ本じゃないことは確かやから、いやいやもうこっちにはな、男子中学生溝好きなページ袋とディスクでもこれもエロ本トリプルリーチできたな、お前あんまおかしなリーチトリプルで書けんな、お前はお前それ溝で落ちたゴミはそれあれやろ、なんかペリペリになって開かんページとかあったやろ、あったあった、エロ本ビンゴや、お前はもうこれビンゴカード穴開き倒してんねん、分かった分かった、もう本当のこと言うわ、あ、本当はエロ本、いやずっと分かってんねん、もうはいはい、花火の季節が、ね、うん、やってまいりましたけれども、花火大会も始まってね、はい、いいじゃないですかね、うん、花火って、まあ、いろんな種類ありますけどね、はい、ございますね、なんかもう、うん、みんなよう見るね、こうヒュードンバチバチバチみたいなやつもあればね、聞くもしくはボタンってやつなんですね、これね、はい、なんかね、こう静かにこう糸みたいにパサッと出てこう綺麗みたいなやつもありますよね、銀カムロ、金カムロ、もしくは柳ってやつなんですよ、あとね、あの真っ昼間みたいにバーンってこう、ね、明るくなるやつもありますよね、汚いねこれ、怖すぎるやろですよね、どれだけ詳しい、花火しか何かですか、まあ、僕ね、花火がめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、夏はもちろん好きなわけですよ、うんうん、だからね、まあ、ちょっとやらしい話になりますけど、この夏は、ひと夏の思い出みたいなもの残したいなって思ってるんですよね、ええやんかね、僕らみたいにまだまだ若いから、ハメなんか外したらええねん、いいですか、ハメ外しちゃって、外せ、外せ、ハメなんか、お前、わかりました、じゃあ、今年の夏は、うん、打ち上げ花火の、うん、花火の打ち上げ台ってあるわけなんですよ。この打ち上げ台にこう行きます、外しすぎやろ何がしたいよというのですね、ちょっと笑いのタイミングおかしいな、ね、やりたいんですよ、それをやりたい、やりたいよね、で、理由がありまして、なんでそんなことやりたい、打ち上げ花火を上から見てみたいな、ね、
いや、アイコもそんな言うてたけど、アイコ元カノなんですよ。嘘つけよ、お前。キャラじゃんし、あの未来の人ですけど。いや、どういうことや。だからね、やっぱ上から見ようと思ったら上空まで行かなきゃいけないわけじゃないですか。まあ、そりゃそうですよね。そういう点では、この打ち上げ花火、目的地一緒だから途中まで乗っけてってもらおうと思いましたね。タクシーちゃうねあれお前、あと自力で、あと自力で行きますから。どうやって行くね自力で、うん、頑張りますので。いや大人の発想ちゃうやろそんなん。もうでもそういう気持ちになっちゃってるから俺。ああもうだから今から俺花火乗ります。 お前花火師やってくれる？花火師、うん、お願いします。なんかようわからんけどこれも夏のせいにしときましょうか。よっしゃ行くでー。よっしゃ行くでー。ドン聞く。あら綺麗なお菊さん。何してんだお前。すいません、すいません、テンション上がっちゃって。お前が花火になってモテるやない。好きだから、好きゆえのミスなんだよこれ。いや俺も花火師の字が芽生え始めてんねん。あ、そうなん。それとお前丹精込めて作ったからでもね、うん、お前菊ってさんがたまったもんやないやろ。それは知らんかったから。やるやつ本気でやれ。すいません、もう一丁お願いします。行けよ、ちゃんとやれよお前。お腹ギュル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 。あ、何何して、何して、大丈夫かお前。ひゅーん、おしけドン、シャー、柳って高すぎるやろお前。何で、お前の家でスタバへぶち込んだろか。冷たいもん食べ過ぎちゃって。俺はな、お前込みで一個の作品やと思ってんの。あ、お前は花火に乗ってるだけは思ってるかも知らんけど、俺はお前込みで一個の綺麗な花火作戦、あ、作戦じゃない、その作品やって言うてねん。思いが溢れてるってことやな。そうや、うん、やべえ、ちゃんとやで。もう最後に今決めろお前。こんなこいつの熱い思い知らなくて僕中断もやってました。お前ラストお願いします。よっしゃ行くぞ。決めろよ。カシッシュー。いや俺の思いの絶好的。行きたい。ワイの花火が日本一や。え、めっちゃ待ってください。コロナで花火大会が中止、町内会長は、ちょっと待ってください、町内会長は。いってー、たまやー、どうも。3年やってきてますから、これをやらないわけにはいきませんからね。そうそうそう、そうだけやらないわけにはいきませんから、いきませんからね。やっていきたいと思います。まあ、センスもこれ以降出てこないんで。これはもう様子見です。いやでも今日ありがたいね、鑑賞公演で。ありがたいですね、そのトップバッターといえばと、うん、いうことで、僕らね、これ何票取ったか分かります、ね、知ってます。さっきなんか1人しか手挙げなかったらしいんですけど、160票。すごい、160票僕らがトップバッターっぽいっていうのに入ったんですよ。すごいことでしょこれ。ありがたい話ですよ、160人の人が元気なうちお城でも見ときたいっていう。疲れるってこと。胃もたりするから。いやいやいや、揚げ物みたいに言うな。そうだ、まあ、ちょっとね、早めにやっときたいですね。まあそうだね、じゃあちょっと頑張っていきましょう。はい、今日やります。僕ね、最近ちょっと悩みがありましてね。悩みがね。そうなんですよ。嘘つくなお前。悩みあるやつの顔じゃないやろ。そんなことないですよね。お客さんいっぱいおるからちょっと見えて。悩みがあるんですよ、聞いてください。悩みがある。なんかね、寝ても寝ても疲れが取れにくいっていうかね。あ、まあそういうことってね、誰しもありますよね。なんかしょっちゅう目覚めちゃうんですよ、夜やのに。まだまだ若いんですけどね、僕。まあね、ちょっとね、今聞いてみた感じ、あの、僕も医者じゃないんで分かりませんよ。うん、でもね、多分分かる、水が良くないな。水？水。いや、俺一言もそんなん言ってないけど。いやいや、僕もちょっと前はね、ちょっと前まで同じような感じだったんですよ。あ、そうなん。でも、久々に会った先輩に、うん、いい水紹介してもらって、それ飲んでからめちゃくちゃ体調良くなったんですよね。いや、なんかめちゃくちゃそう、うん、体調良くなんか知らんかけど、お前それ、ちょっと間違えましたけどね。うん、体調良くなったか知らんけど、うん、お前なんかちょっと怪しないか、その先輩。全然怪しくないでしょ、この。いや、怪しいですよね。すごいいい先輩ですから。いい先輩、何してる先輩なんよ、じゃあ。フリーランス、ライフアドバイザー。絶対マルチやないか、お前それ。何やフリーランスのライフアドバイザー。確かにマルチに活動してる先輩ではある。いやいや、そういうことじゃ怪しいっちゅってんねん、そんなの。この先輩の座右の銘が、あの、人生楽しんだもん勝ち。おそんなん座右の銘にすんなよ、お前。あれ言うてんの、ろくなやつおらんから。いや、もうめちゃくちゃ響きまして、僕心にね。響くな芸人やのに。この人を信じようと思いましてね。ペラペラやねん、あの言葉。ちょっと偏見かもしらんけど。いや、まあ、でもこのエピソード聞いたらな、その先輩優しいと思う。何よ。この水ってのが、2リットル1万円なんですけど、先輩5000円で売ってくれます。めちゃくちゃイカれてもうてるやん、2リッター5000円で。2リッター5000円。え、よく考えろ、何がやねん。1万が5000円になっとるってことは、5000円もらって健康にしてもらっとるようなもんですからね。やばい、5000円払ってわけのわからん水もろてるだけやねん、お前は。この水の名前が、神々の雫っ
完全無欠のマルチ商品やないか、見たことない、その絵に描いたマルチ商品ってなってるやつ。多分ね、神様こう絞ってんでしょうね。いや、そこの情報はいらんねん。キュッて絞ってんのにポタポタしか落ちないから、もう5000円もするわけよ。いやいや、高すぎるよ、そんな絶対買わんだよ、俺そんな。まあ、お前には特別にな、1万5000円で言ったろ。なんで元の値段より高なってんの、おかしいやないか。買わんちゅうねん。あ、まあでも体調悪いんやろ。体調悪いよ。まあ、じゃあサプリメントの方がいいかもしれんな、先輩に勧められた。サプリも買うてんの、お前先輩から。このサプリメントがすごいんですよ。あの朝昼晩の3回、これだけでビタミン A から Z まで全部取れる。いや、ビタミン別にアルファベット中に並んでるわけちゃうじゃん。あれ Z なんか聞いたことないやん。まあまあ、とにかくよく聞いとけ。何がやねん、1回これで15錠。15錠、1日45錠も飲まなあかんの。あ、飲むんじゃなくて、あの、これ全部座薬。いや、口から出てきてお前お前45錠ケツぶち込んだ、お前ロケット鉛筆になってポンポンでね、まあ、安心してほしいんですけど、自然由来のものしか使ってないから体に優しいんですよ。そこちゃうねん、心配して。45錠ケツにぶち込まなあかんところの心配してんの。そっちの心配、そっちやろお前。あ、これね、ちょっとあの表面ザラザラしてるにトゲついてます。なんでケツに優しい形になってないんですか。おかしいやないか。買うか、そんなもん。なんなら今入れる、入れるか。なんで今持ってんねん。今は絶対入れへんちゅうの。あ、じゃあもう全然着払いで送っといたらしい。いらんことすな。他にも変なやつハマってんちゃうやろ。あ、あとね、あのウォーターサーバー買いまして。神々の雫はどこ行ったんや、お前。神々の雫はね、あのサプリメント飲むとき専用ですもんね。いや、ねえってみんな知らんやろ、お前。何もおかしなこと言うから。無駄な水買うな、お前は。たまにな、あの神々の雫はあの水割りで飲んだりもする。ただの水やないか。美味しいんですよ、しみるって感じでね。しみるか、そんな。どうか買わへんってだろ。パスモも使えるけど。何一丁前に電子マネー対応してるの。スイカは使えへんけどね。知らんわ。いや、買わへんじゃん。そもそもそんなコンビ2人で変なハマっとったら、お笑いで売れるもんも売れへんようになるやろ。そこはね、心配いりません。なんでやねん。先輩におすすめされたギャグがあります。ギャグも好転の先輩に。これ見たらな、みんな爆笑。まあ、心配しかないし、お前なんか大体予想ついてる感じするけど。ちょっとね、いきますね。おう。ホットウォーター&アイスウォーターミックスミックス、お待たせしました、さゆです。ちょっと皆さんも水が良くない。いや、そのせいですな。腐った水を飲んでらっしゃる。腐らへんねん、水は。お前そんな変な客なんぼれ買うたんや、先輩から。あ、これは水買ったらついてきて。いや、そこは用心的な先輩は。どうもー、よいしょ、日本一お笑い界、こっからここまで、わしの国。お世話になりと申します。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。お気楽で頑張ります。よろしくお願いします。ります、うん、僕ですね、あの、刑事ドラマが好きなんですけれども。刑事ドラマ、うん、あのね、まあ、唯一ね、嫌いなシーンもあるんですよね。嫌いなシーン、うん、どんなシーン。あの、先輩刑事をかばって撃たれる後輩刑事の殉職シーンがちょっと嫌いなんですね。うん、ねえ、なんでよ、ね、あのシーンだから先輩と後輩の絆が見える、うん、めっちゃ感動するシーンや、なんでよ。まあでもね、あの、なんか僕、誰かが死ぬのっていうのがちょっと嫌なんですよね。あ、そういうの、うん、分かるけど、そういうもんやからね、あれは、うん、あの、俺が好きな漫画とか知っとる。知らんけど、何よ。ドラゴンボールと先駆け男塾。もう死んだと思ったやつ、みんな生きてるやつやないか、それ。いや、あれ後輩には楽しまれへんねん、どうせ生きてるやろうなと思って。だからね、あの、後輩刑事が死なずに済むかばい方っていうのを、昨日の夜からもう、あ、昨日の夜じゃない、ご徹して考えてきてます。どんだけ死ぬの嫌やねん。お前が死ぬぞ、ご徹したら。だから、ちょっと今から後輩刑事だし、お前先輩刑事撃たれてくれ。あ、俺先輩やったで、うん。先輩、俺この事件解決したら、彼女にプロポーズしようと思ってるんです。またそんなこと言うて。先輩、あそこ犯人が銃を持って向かってきます。何やって先輩、危ない。おい、バキューン。なんでやねん、なんでやねん。ええ、あるか。なんでこのシーンでこんなことになることあんの。おかしいやない。これなら無傷で済む可能性があるんですよね。いや、どういうこと、説明すら分からんて。まずは人間の体を、あの、肛門から口までを一本の空洞だと考えていただきまして、飛んできた銃弾をお尻から入れるでしょ。もうあとは簡単です。あの、イライラ棒の要領でかわしてかわして口から逃がすっていうね、作戦なんですけど、どう。はよ寝ろお前は。もう限界来てもうてんねん。これなら死者ゼロですから。いや、コロコロコミックとちゃうねんから、お前。せっかくの感動のシーンがギャグ漫画みたいになってまうやろ。まあまあ、あの、善は急げっていうし、やってみよう。善ちゃうねんこれ。先輩、俺彼女にプロポーズします。あ、そうか。この八王子マルエツ連続万引き事件を解決したらね。もう事件の規模大けないねん。先輩、あそこ犯人が。なんでコソ泥がピストルなんか持ってんねん。先輩、危ない。おい、バキューン。シュンシュンシュン、チュラズバーン。なんじゃこりゃ。先輩、当たってもてるやないか。そりゃな。はは、お前も同じようにケツから入れて口から逃がさんと。
そら当たりますわな。なんでその喋り方ムカつくな。ほなお前カバンに出た意味ないやないか。それに俺そんなん絶対したないから。格好が悪いとかそういうこと言ってんやろ。そういうことじゃなんでお前の中経由したやつもう一回俺経由して口から出さなきゃ。わからんやん。それが嫌なんだったらお前先回しでケツから入れたらええやんけお前。わかった。それやったらやったるわ。それで行こう。先輩プロポーズします。勝手にせえもんそんな。この佐藤さんちの愛犬ラッキー脱走事件を解決したらね。デカ出る事件じゃの張り紙貼っとけその辺に。先輩あそこの犬ラッキーか。ラッキーが口に血を加えてます。なんやて。そんなもんラッキーじゃん。アンラッキーや。先輩アンナーイヤーバーキュースポッベーゲッー。先輩なんでや、なんで玉ケツから入れて口から逃がさへんねん。そんなことするくらいなら死んだ方がマシですよ。やってもうたー。ちょっと寝とるか静かにしてくれ。どのタイミングで寝てんねん。もうどうもちょっと近いですね。声がでかいもんね。僕ですね、売れたらやりたいなってことがありましてね、ういうこと握手会やりたいなと思うんですよね。まあ、でもちょっと握手会ってね、なんか変なやつがいっぱい来るイメージありませんか、皆さん。いやいや、そんなことないもん。変な人を言うても、いろんな人が来てくれても嬉しいですよね。まあ、じゃあそこまで言うんだったら、今から俺がお客さんやったら、握手会やったら、ね、あ、じゃあお願いしますよ。ありがとうございます。どうもありがとうございます。握手を愛し、握手、愛された男。握手を愛し、握手に愛された男。バババン、バババババババン、シェイクハンドマン。いや、どちらさんですか。さーて、今日も握手しまくりた寛一。クリカンさん。ふぅ、近い藤尾ちゃん。くそ、しょうもないやんけ、こいつ。よっしゃ、行くぜ。何や、こいつ。シェイクハン。うわ、シェイクハン。うわ、むちゃくちゃしてる。こんなやつに負けてられませんからね。行くぜ。シェイクハンドや。ドンツ、シェイクハン。なんでやねん。おい、なんで俺タッチとしてくれ。おい、何やったんや、あいつ。なんか、鼻がムズムズすんな。は？なんか、ケツの穴もムズムズしてきたぜ。どういうこと？んでー。こいつ、鼻くそをしながらケツいじってる。俺はダーティーハンド前、保健所からマークされてぜ。いや、汚すぎるやろ、こいつ。今日もそこら中、触りてぇぜ。激ヤバや。いろんなもんを触りたい。触りたいが、うつのお尻の穴にオールインワン。いや、こいつもしょうもないんかい。よっしゃ、行くぜ。うわ、最悪だ。でも、もうこんなやつでもお客さんや。行くで。シェイクハンドや。なんで俺の手触りだね。おかしいやろ。くそ、俺の握手会で全然握手できてへんやんけ。シェイクハン、シェイクハン。あ、この声はシェイクハンドマンや。シェイクハン、シェイクハン、ドキドキ東急ハン。あ、しょうもな。シェイクハン。しょうもないし間違いないわ。絶対逃がさへんで。シェイクハンドや。バチバチバチン、バチバチバチン、ボンボン。ムキムキだった。うてぇ。うわぁ、こいつダーティーハンドマンやった。僕はね、素手でウォシュレットのノズルを使ってるよ。お前も嫌やろ、そんなすんの。今日から3日間、謎の腹痛でガシュー。はい、言ってるわやないか。なんやねん、握手会大変そうやな。いや、お前のせいや、お前は。どうもー！よいしょ！日本一お笑い界、こっからここまで、わしの国、おしどりだいぶと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。たくさん入ってください。よろしくお願いします。はい、パパパパーン、パパパパーン、パパパパ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 ン、フランスパーン。しょうもな。笑
笑っちゃうんすよね。お前しか笑ってへんかったやないか。嫌なこと全部忘れましたね、今ので。お前したんや、急に。僕ね、今度ね、友達の結婚式にお呼ばれしまして。ああ、いいじゃないですか、めでたいじゃないですかね。で、あの余興なんかもね、頼まれてやることになってるんですよね、これ。めちゃくちゃいいやんか。芸人なんかね、ちょっと盛り上げてきたったらええやん。こんなね、めでたい中ですよ。うんうん、こんなことは絶対言わんほうがいいって分かってるんですよ、本当に。え、どういうことなご趣味。お俺も包まんとダメ。お絶対言うなよ、お前そんなこと。これ絶対言わんほうがいいって分かってるんですよ、本当は。そんなの言うなよ。あでもね、なんかあのご祝儀にはなんか金額に決まりみたいなもんあるでしょ。あもう一般的にはね、こう3、5、7みたいな割り切れない数字なんですよね、あれのね。ちなみにですよ、ちなみに5円はいける。いけるか。5円だと包まんほうがええレベルや。でも5円だったらね、5円とかかってて縁起もいいですよね。お賽銭ちゃうねん、ご祝儀は。しかも僕はね、ちゃんとピカピカに磨いた5円玉を用意するつもりなんですよ、これ。いや、どうでもいい、そこちゃうよ、お前。友達の結婚式やろ、ほな、3万からや。3万そりゃそうですよね。3万もったら年金払うよ。なくても払えよ、お前は。免除して払うの大変なやつあるよ、お前。役所に行って。情けないこと言うな、こんなところ大きい声で。ええか、それでなくても結婚式ではめちゃくちゃお金かかるからな、ご祝儀で助けてあげるみたいなのもあんねん。そういうのあるか知りません、自分ね。いや、そりゃそうですよね。だ料理だと引き出物もすごい豪華なやつ出てもねて。そこお金かかってるの。そりゃそうやん。それだったらね、もう料理も引き出物もカットで大丈夫です。よ、どうしちゃうねん。できるか、居酒屋ちゃうねんから。席の端っこの丸ごとソーセージを食べてきます。気に使うやろ。見たことあるんか、お前。結婚式で丸ごとソーセージ頬張ってるやつ。見たことないけどさ、バレんようにちょこちょこと食べますよ。いや、そういうことちゃうねん。まあ、そういう意味じゃね、丸ごとソーセージやね、ちょこっとソーセージですけどね。なんやねん、ちょこっとソーセージ。ちょこっとソーセージ。あの、チョリソー。いや、いらんこと言うか、言わんて、しょうもないね。まあ、そんな感じですけどね。ええか、ご祝儀じゃない、お祝いの気持ちなのよ、あれ。その、お祝いの気持ちが、このお金っていうのも、そもそもおかしな話なんで引っかかってるんですよ、僕はね。いや、まあ、そういうことじゃないけど、そういうもんなんですよね。うん、聞け聞けよ、お前。あの、多く払ってたらお祝いの気持ちがあるとか、少なかったらお祝いの気持ちが少ない、そういうことを言いたいんですかと聞きたい。いや、そんな思いませんよね。じゃあ、5円でよな。あかん、言うてるやろ、お前は。新郎新婦の友達は3万からって相場で決まってんねん。うん、聞け聞けよ、お前。友達と言ったって、いろんな友達がいるわけなんですよ。でもそれはそうですけど。それなのに、一律3万ってどうなんですか。いや、まあ、わからんでもないけどな。聞け聞けよ、お前。聞いてるやろ、ずっと。聞いてくれ、頼む。なんやねん、さっきからそれ。いいかい、貯金があるやつ、貯金がねえやつ、いろんなやつがいて友達ってんだよ。それなのにだ、同じ3万払わせて、同じ気持ちでお祝いしてるなんてバカ言っちゃいけねえよってんだよ。なんで急に江戸っ子なったんや。するってとお馬さん、あれかい、誰が馬やねん。お前も同じような馬面やろ。テアンディでベラボメイならめっちゃホリデーってことかい。どういうことだよ。意味ないことが3つ並べただけやないか。そんなことないやろ。いや、貯金なんかな、あろうとなかろうとご祝儀には関係ないねん。関係ありますよね。じゃあ例えばですよ、皆さん、10万円貯金があるやつが3万円のご祝儀を包みました。これ10万分の3万で約分して10分の3でしょ、これ。この10分の3っていうのがお祝いの気持ちを数値化したもんなんです。はぁ、それに対して僕なんかかき集めても3万ぐらいしかありませんよ。そこの3万から3万包んでみてください。これ3万分の3万約分して1。祝いすぎ、祝いすぎ、祝いすぎてない。これは祝いすぎてない。そんな言葉ないね。お祝いの気持ち使うんだ、そうちゃん。何してんねん。10分の3、10分の3、10分の3、1。お祝いスーパーサイヤ人ですやん。ずっと言うてんねん、お前は。チャラヘッチャラ、貯金ゼロでもご祝儀、へのへのカッパー。そんなわけないよねー。そんなできたくてさ、まいで。そんなわけないよね。もう10万分ぐらいの文句言うたやろ、今。こんなことは絶対言わんほうがいいって分かってるんですけどね。お嬢ちょどないなってんだ、あんなに発想までさ。もう決めました。ご祝儀は進みません。なんでそうなんね、渡せってちゃんと。その代わりね、この余興で3万円分の笑いを取れる一発ギャグすりゃいいってことでしょ。できるか、そっちがきついやろ。いきますよ、いきますよ、ちょっと一発ギャグ考えてきて、見てください。やってみよう、じゃあ。ウェディングケーキの上からリンゴがヒューンベチャケーキニュートン。ちょっとお金下ろしてきます。いや、黙って黙って。どうもーやんちゃん日本一お笑い会ごっくる終わりましたよ。もう一回行きましょう。まあ、ここでこまだピーク前ですから。ここピークやったらあかんやろ、漫才の。ちょっと忘れてね、もうちょっとピークいきますね。よいしょ、日本一お笑い会、こっからここまでわしの国。おひどりといと申します。よろしくお願いします。お願いします。もういつ鳴らしても OK なんで。いや、あかんやろ。なんでここがピークやろ。
まあ、ここから頑張っていかないといかないと思いますけど、まあ、頑張っていきましょうね、僕ですね、ずっと料理が好きでね、家で料理してるんですけれども。あ、そうなの、うん、料理なんちゃったこんな感じで、まあ、まあまあ、でもね、男の料理ですけどね。男の料理ね、いいじゃないですかね、どんな感じやってるのかちょっと教えてよ。あ、じゃあせっかくならお前の好きな料理でやったら、それ、うん、あ、俺の好きな料理、うん、あ、じゃあカレーとか作ったよ。カレー、いや、僕カレー好きなんですよね。お前、え、めっちゃ男の子じゃん。なや、その言い方キモいな。じゃあカレーということなんだよね。まずじゃがいも、玉ねぎ、人参を用意してもらいまして、はいはいはい、ここにでー、何してんじゃんお前いきなり。いや、男らしく拳で一口大にします。いや、男の料理ってそういうことちゃうやろ。包丁使えよ。いや、ま、丸腰相手に包丁なんて使うわけないやろ。いや、それに丸腰もクソもないね。まあ、じゃあ気を取り直してまいります。はぁ、でー、そんなんいけんのか、ほんまに。パシッ、え、足りねえな。そんなパンチじゃ俺に傷一つつけられねえぜ。お、なんか出てきたぜ。誰や誰や。ああ、俺は男爵、じゃがいもさ。あ、お芋さんでした。なんやねんこれ。何も関係ないやないか。芋にしとくには惜しい男だが、この勝負俺が勝つ。もう料理何も関係ないやつ始まってもうてるやんけ。全力でかかってこいよ。でもこの少年ジャンプ的展開、男の子としては見逃されへんで。オラ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 。どうやって対抗すんねん、じゃがいも。じゃがいこポテロング堅揚げポテト。え、オレ、もう叫んだだけやった。ゲッ、なかなかやるじゃねえか。あんたじゃがいもスナック叫んだだけや。どうだ、俺と最高のカレー目指してみねえか。なるほどな、野菜をこう喧嘩で倒して仲間になっていくタイプなんや。嬉しいけどよ、俺ゴツゴツしてて皮むきにくいし、煮崩れはするしよ。せやね、男爵芋は一癖あんねん。バカ野郎、グッダー、殴られすぎちゃう。確かにお前はゴツゴツしてて煮崩れもする。でもなや、しっかり火通しゃホクホクになんだろうが。せやせや、うちのおかもよう吹かしてくれてたで。たくよ、しょうがねえな。お前と一緒に最高のカレー目指してやるよ。よっしゃ、こっからが伝説の幕開けや。芋のつるがヒュン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 、グサプシュー、芋汁プシュー。なんや、どういうこと。裏切り者には死あるのみ。おっと、誰やお前。ミーの名はメイクイーン。あ、こいつもお芋さんでした。おい、え、お、なんかねじ込まれてない。な、なんやこれ。じゃがいもの目、まあ、毒やないか。なんで俺こんな目合わなあかんねん。さらばだ。あ、逃げた。なにあいつ。メイクイーン、こっからどないなんねん。必ず俺がこの手で殺す。料理せえや、お前。長々やってじゃがいも最後どうなったか分からんやないか。え、これが男の生き様。いや、男の料理はもうよ。おしどり大名と申します。よろしくお願いします。おはようございます。毎回挨拶みたいにやってるんでね、よろしくお願いいたしますね。全財 MC やってね、前説やってね、トップバッターっていうね、もう僕ほぼ僕らのライブですね。またお前らかって思ってるかもしれませんけどね。僕も言わせてください。また皆さんですか。また何回出てきてもまだぬるっと滑るなよ。滑るって言ったから滑ったみたいになってるなるほどね。やってみますけどね。あ、皆さんね、まあ、最近ニュース見てたら思うんですけどね、うん、コロナがバズってますね。バズるって言うなよ、お前。再ブーム来てますけどね、今。再ブーム言うな、お前。引きなすな、お前。まあ、でも早くあかんねん。僕らもお笑いやってるんでね、コロナぐらい流行ったらいいなと思ってるんですよ、僕ら。まあ、それだけでもあれぐらい流行ったらな。あれ流行ったらね、まあ、売れてるようなもんやけどな。僕らもね、やっぱこうやって今、こうやってライブに出てますけど、うん、本当はね、テレビでバーンって売れたいなって思ってやってるんですよ。まあ、そりゃそうですよね、僕らも生活かかってますから。そのために、日々ね、うん、命かけてやってることだってあるんですか、僕は。お、売れるためになんか命かけてやってること。うん、何よ。ごますり。はぁ、えらい人のごま汁。何に命かけてんねん、お前。ごまの香りがプーン、うん、セサミストリート。何やねん、それは。ごま汁モンスターです。クッキーモンスターみたいに言わんでええねん、お前。こんなお客さんの前で情けない、お前。プライドないんかいな。プ
プライド、そんなもん燃えるゴミのに捨てた俺は。なんで可燃ゴミやねんプライドが。ビニール袋入れてな、捨ててきたけど。そんなんいらんねん、その DTM は。いやいや、そんなもんね、芸人なんて売れてなくてプライドだけは持っとかなあかんやろ。いやいや、若手なんかね、もう何が何でも売れなきゃいけないんですから、何したっていいんですよ。まあ、その心意気はね、素晴らしいかもしれないですけど ね、必要とあらばね、うん、靴だって舐めるし、ヒールでって踏まれますからね、僕は。いや、お前性癖まざっとやないか。まざってませんよ。趣味思考が漏れてるよね、今。とにかくな、お前から売れたいという意思が伝わってこんの俺に。はぁ、あ、何やお前。いや、僕だってね、別に命かけてるわけじゃないですけど、いろいろやってますからね。いや、全然ダメなんですよ。特にね、目上の人との人付き合い、全然ダメ。はぁ、あ、そんなんじゃあお前、ごますりちょっと見せてみや。そんなんいくらの見せたろ、お前。ほんなんじゃ俺、偉いさんで行くから、お前ちょっとやってみよ。あ、じゃあいつもやっとるやつ見せたろ。基本のやつ。お疲れ様でーす。お疲れ様です。舐めますね。お待て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 、どのスピード感で靴舐めにかかってんねんお前。靴だけど別に。いつもこんなんしてんのお前。お偉いさんは靴舐められるの好きやから、靴舐めとけば一発。お前いろんな意味で舐めんなよ。偉いさんを何やと思ってんの。あ、そうそう、あとな、お偉いさんはあの時計とかのスーツが持ち物褒められるの好きやから、そういうのね、ありますからね。これ基本なんですけど、誰が基本かかってなかってる、うん、かかってるって誰がせえよお前。誰が基本かかってるの。お前すぐ靴舐めにかかっとったやないか。いや、じゃあ次やな、あのちょっとお金持ってるお偉いさん来てほしいな。俺はお金持ってる、テクを見せてみよう。できるか、お前。誰やってる。お疲れ様でーす。ちょっと待って、めちゃくちゃいい時計してるじゃないですか。ああ、わかる。これめちゃくちゃ高いやつ。ああ、全然全然。ちょっと待ってくださいよ。なになに、これこの財布、とんでもないブランドでしょ、これ。いやいや、よく見てるね。でも一生買うことないですよ、そんな。全然そんなないけどね。あれあれあれ、なになになに、この靴、これブランド知らないんですけど、この革、もう見ただけでわかります。高いやつでしょ、これ。いやいや、やっぱ褒められるって気持ちいいですね。すごいな、全身。あ、すぐ舐めようとすんなよ、お前は。人の目釣りしてる、ただ舐めたいだけのやつやないか、それ。人聞き悪いこと言うな、お前。皆さん、違いますからね。僕は売れるための手段として舐めようとしてるだけですから、ね。嘘つけじゃ何の舌舐め釣りやねん、今の。人聞き悪い、言わんでくれよ、お前、お客さんが。ね、なるでしょ、お客さんが。ってなるでしょ。ね、もうええからな。何でもいいから舐めさせてくれよ。なんで今舐めて、俺のやつ舐めたらおかしいやろ。いや、そもそもね、舐めるっていうのは最終手段なんですよね。最終手段。相手のことを褒めて褒めて気持ちよくなったところ、最後の一押しで舐めとるもんやろ。そんな偉そうに言っとるけど、お前ちゃんとできるんか、そういうこと。できる気まで。お前、じゃあ俺の舐めてく見せたるから、お前ちょっと偉いさんで来てみろよ。どうせならね、僕はあのテレビ局 の、 あのお偉いさんやるから、番組ぐらい撮れる。あ、2、3本ぐらい言っとりますもん。じゃあ多分、多分いいぞ。お疲れー。お疲れー。あれれれれ、めちゃくちゃいい時計してますね。あれ、気づいちゃった。気づきましてそんなもん。え、どこのブランドですか。これは、うん、ロッテ。ロッテ、お菓子メーカーの。そうそう、特別に作ってもらったんだよね。そんなことありますの。じゃじゃーん、財布も新しくしました。めちゃくちゃ好感ってはる。すごいな、これ。いたのこれ。え、どこのブランドですか。これは、うん、明治。明治、またお菓子メーカーや。バデーン、靴も新しくしちゃったん。すごい、もうすごすぎる。これはどこのブランドなんですか。これはノーベル。ノーベルってまさか。ハチミツ金管革靴。なんでそれお前。いやでもロッテ、明治、ノーベルって舐めがいありそうやで。さあどれ舐める。どれ舐めようかな。アイテムが一直線に並んだ。今や必殺一筆舐め。ニュースドラマバラエティにキャスティング。じゃあペロペロペロ。あすぐ売れる。売れるわけないよ。どうもー。どうもどうもどうも。よいしょ、日本一お笑い会、こっからここまでわしの国。おしどりだけだと申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございますね。はい、皆さんね、あの、うん、皆さんもちょっとね、あの心当たりがあったりとか思い当たる節があると思うんですけど。お、何ですか。あの街中でね、可愛い女の子を見つけて、うん、そのままついていっちゃったみたいなことってあると思うんですけども、はいはい、あるか、そんなこと。いや、こういう方ってね、結構多いらしいですよ。お前かい。そうなんですよ。何してんのお前。そうでございます、これ。そう、ストーカーやからね。え、ちょっと待って、ストーカー。いや、僕がついて言ってる相手は、ね、僕のことをストーカーだなんて思ってないと思うんですけどね。嘘つけよ、お前。お前みたいなやつ後ろからついてきたらストーカーやと思うやろ。じゃ、わかりました。今からここでいつもの感じやります。はい。だからちょっと女の子やってもらえる。なんでこんなにいつもの感じあんの、お前。見ててください。やばいやん、あれ。やだ、私なんだかつけられてる気がする。こんちゃーす。
お元気すぎるやろこいつ。こんちゃす。こんちゃすちゃうね。こんちゃす。ちょっとあなた何なんですか。なんか駅で見かけてちょっと可愛いなと思ってついてきちゃいました。駅からずっと渡しろ。はい、はい、もう。キャー。どうもー。黄色い歓声なわけないやろ。何してんねんお前。こんだけ明るいとね。嫌じゃないでしょ。そんなことないわお前。明るくてもストーカーはストーカーやから。分かってない。こんだけ明るいとね、完全合意の上で家にも遊びに行けたりするんです。行けるかこんなんで。ちょ、これ最後までやってみよう。これお願いします。無理やで。あれやだ、私なんだかつけられた気がする。え、本当に。お前や。やだ怖い。助けて助けて。誰ちょっとあなたストーカーですよね。おっきい声出しますよ。おっきい声。カラオケでも行きます。いや、そういうことちゃうねん。警察呼びますよって。いや、僕全然2人でもいいっすよ。いや、気まずいから警察呼ぼうなわけないやろ、お前。こうやって話全然できへんやないか。カラオケってことじゃ、久々に歌っちゃおっかな。はぁ、お箱の南こうせつでぶち上げちゃおっかな。南こうせつにぶち上げるイメージないやろ。え、ちょっと待って、うん、あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして。本当だ。アホすぎるやろこいつ。しっとりしてる。ちょっと待って。もう梅雨？いや、あの人年中しっとりしとんねん。来てる。もう私も帰りますから。ちょっと待ってください。なんで？あの今日なんですけど、はい、家ついて行ってもいいですか？いや、そんな番組あるけど、そんなんで行けると思ったの？いや、あの帰り道のコンビニでストロング缶2本ご馳走させていただきますんで。あれ下心しかない酒やで。お前のためでしかないやで。僕ホロ酔いで大丈夫です。何お前酒弱いね。飲めない。私がそんな飲まなあかんのよ。で、あのおつまみなんですけど、しょっぱい系のやつささっと作れたりしますか？ずうずうしすぎるやろこいつ。ホロ酔いが甘いからしょっぱく締めたいんですよ。死ぬかそんなもん。冷蔵庫の余りもんでいいんで。ホロ酔い飲むなお前みたいな男が。冷蔵庫余りもん作ってください。冷蔵庫なんかもそんな作りません。そもそも家まで連れて行きませんって。いや、行かせてくれんのかい。いや、こいつほんまに何やねん。勘弁してよ。こっちのセルフじゃ勘弁しては。もう行きましょう行きましょう。もう家から帰ってください今日はもう。帰ってくださいって、もう終電もないんですよ僕。知りません、歩いて帰っていいじゃないですか。いや、僕終電乗ってきましたからねここまで。そんな知らない。終電乗ってそりゃないよね終電がね。もう歩いて帰ったらええじゃないですかゆっくりも。歩いて帰れって、こんなとこから歩いて帰れたら始発が追い越すっつーのって。知りませんか。勘弁して。もうええからもう今日のところはもう帰ってください。いやいや、何それ。いやいや、気持ち悪い。家行く。いやいや、無理だ。いやいや、いいから帰ってください。いやいや、気持ちいいから帰る。ああ、何やそれ。いやいや、帰れ。いや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 、気持ち悪い。いやいや、それ。帰れ。気持ち悪いから。好きです。付き合ってください。うわ、まっすぐの眼差し。なんか分からんけど悪い人じゃなさそう。女の子ってね、ギャップが好きなんですよ。まあ、可能性ゼロではなさそうですね。ありがとうございます。どうもー。いやじゃ、日本一お笑い会、こっからここまで、わしの国、おしどり大学と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ね、うん、10回クイズって面白いですよね。10回クイズって、はい、そんなにでもね、あんな子供の頃にやる遊びですからね。いやいや、あの大人になってからやるからこそみたいな面白みがありますからね。あ、ほんまに、うん、あと漫才師みんな言ってますもんね、面白いってね。言ってないやろ、誰も。面白い。お前だけや言うてんの。本当に面白いです。天子森尾だけセンス持ってる。試しにちょっとね、やってみたら分かると思うんですよ。あ、じゃあちょっとやってみましょう。いいですか、じゃあ試しにじゃね、うん、ボインって10回言ってみて。いや、初耳ないよ、その10回クイズ。ちょっとマイナーなやつなんですけどね、これ。そんなんあんの。うん、ちょっとボインって10回言ってみて。10回言ったよな。はい、10回。ボイン、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 ボイン。じゃあ、今の気持ちは？嬉しい。俺もお前も嬉しいね。ありがとうございます。嬉しいですな。なんでお前も嬉しいねって。10回クイズ、最高でございます。なんやお前、お前が気持ちだけやないよ。やっぱ相方が嬉しいと僕も嬉しいですからね。気持ち悪いこと言うてくんな、俺。実はね、僕あのオリジナルの10回クイズ何個も持ってるんですよ。おー、それちょっと面白そうじゃないですか、はい、それ何個か教えてくれよ。あー、じゃあちょっと試し行ってみますか。うん、あの、じゃあ、なんであいつにあんなこと言っちゃったんだろうって10回言ってみて。長ない、ちょっと。長いけど、ちょっと頑張って言ってみて、これ。なんであんなやつにあんなこと言っちゃったんだろう。違う違う、なんであいつにあんなこと言っちゃったんだろう。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 もうええやろ、これ。学校からの帰り道、そうぽつりとつぶやいた女子高生の心に芽生えた新たな感情とは。こうか。ブブー、恋でした。何やお前は。JK のカリキュラムには恋愛しかありません。この顔面のやつが
声かとっとんねん。あのね、よくあの JK の恋愛相談乗ってます。何やってんの、裏で犯罪やろ。お前だってさ、あの恋愛相談とかした時あるやろ。いや、それは俺だね、恋の悩みぐらいありますよ。あ、悩みありますよね、うん、じゃあ、なんであんなやつ好きになっちゃったんだろうって10回言ってみて。じゃあ、さっきのやつを続きやろ、これ。なんでそんなこと言わなあかん。あの、言ったら楽になるからな、こういうのね。俺の悩みちゃうねん、それ。なんであんなやつ好きになっちゃったんだろう、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 お前のは知らん。帰れお前は。とっつきますぞ。帰って寝て忘れろ。お前いつまで言うて。お前がしつこいからや。痛い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 。気持ちいい。どういうことやないの。復活しました。帰ってくれたお前は。社会人のおかげです、これ。こいつ全然もうね、ちゃんとしたらもっとおもろいやつないんかい。ちゃんとしたやつありますからね。え、ちょ、面白いですから。ちょ、最初それ出せよ。うん、じゃあ、あのペイペイってずっと言ってみて。ずっとってないやん。ずっと俺がいいって言うまでずっと言ってみて。ペイペイ何がおもろいねん。それ A から言ってみろ。お前おもろなんだよ。約束してるわ、それ。ペイ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 じゃあ、今の気持ちは最高やな。俺もどうも、ありがとうございました。どうもどうもよいしょ。日本一お笑い会、こっからここまで、わしの国、おしどり大名と申します。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あの石の上にも3年なんてことはありますけどね、うん、ああ、なんか辛抱強く努力すれば報われるって言葉ですよね。あれっていうのはですね、この冷たい石であっても辛抱強く座ってればこの熱を帯びて温まってきますよっていう言葉なんですね。ああ、そんなの聞いたことあるし、はい、習ったことありますよね。まあですからね、うん、僕もちょっくら、はいはい、石に座ってみようかしらって思ってんですよね。はあ。で、そう、3年かけて温めた石で石焼き芋やっちゃいます。はぁ、皆さん、落ち着いてください。落ち着ききっとったよ、今から笑い声すらなかったやん。本当に。いや、そりゃそうだよ、なんかどれやってんの、うん、でも石焼きもやろうと思ってんですよ、僕。いや、そんなんやっても3年座った石で石焼きもできるわけないやない。それは3年座ったやつしか言えない文句だよ。いや、誰がやんねん、そんなの。よく考えろよ、お前3年棒に打ってもろた石焼きもやったら割に合わんやろ。彼はね、割に合わないってことを言いたいらしいんですよ。そりゃそうやろ、みんなそう思ってる。皆さん、割に合わない、そう思ってると思うんです。じゃあここでね、3年の月日と石焼きも1個天秤にかけてみましょうよって話。いや、かけるまでもないわ、そんな。人間っていうのは物の価値を正しく理解できてないんですよ。そうなんで、ちょっとやってみよう。天秤かければ一発です。こっち側に3年の月日乗っけます。そうや。ああ、なるほどね。結構重たいですよね、3年は。そりゃそうですよね、うん、時は金なりっていうこともあるんですから、うん、中学も3年間ですからね。そうやで、お前。じゃあこの逆側に石焼きも乗っけたいと思います。そうや。暑いとかええねん、そんなに。出来たてとか。なんかね、おとといぐらいが急に寒くなってね。秋やな、もうそんないらんねん、別に。なんでやねん。釣り合いました。お前のさじ加減やないか。ビタビタに釣り合いました。いや、おかしいやないか、うん、もうね、人の価値観でそれぞれですから。やかましいわ。いや、そもそも3年座ったのな、お前な、石、お前そんな熱ならんのに芋焼けるぐらい。いやいや、さすがに3年あれば石だって熱々になるでしょ。バチバチの36度5分やろ、お前。へえ、そらそうやろ。3年かけて平熱ってこれは、それなんで石の温度が鉄の温度を追い越すことがおかしいやろ。みなさん、あ、こいつ何が思うの。墓穴降りましたよね、今。完全に墓穴降りましたよ。ケツだけに。いや、しょうもないこと言わない。全然受けへんやない。今の寝る前ぐらいに来ますからね、今の笑いが。来るから、寝られへんよ。笑って朝までね。笑って朝まで寝られませんよ、今夜は。明日はね、スペイン戦だったらよかったのにね。こいつ今言いましたよね、ケツの温度が石の温度を追い越すことないねんって言いましたよね。つまりですよ、皆さん、ケツを熱々にすることができたのなら、石は熱々になるってことなんですよ。
理論上可能。その話はどこに理論がある。ケツを叩けばね、腫れて熱を帯びてくるじゃないですか。それさらにね、こう摩擦熱を加える。そしたら熱々になるんじゃねえのって話。何を言ってんのお前は。お尻貸してもらえる。やばすぎるやろ、何やその言い方。ケツ貸してもらえる。あちょっとね、何やねん。いきますね、じゃあこれ僕がね、まず叩くんですよ、これを。パチンと叩く。これさ、腫れてきてるんですよね、熱を見てる。もうすでにあったかい、あったかい熱を、これもう、こすってください。こすっちゃって、で、叩く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 、なんやねんこれ。これを3年繰り返します。やってやるから、はい、割れ目なくなってまうよ、そんな。割れ目なんてあってもなくても一緒です、お尻は。いや、寂しいやろ。寂しい。寂しいですよね、お尻に割れ目なかったら。皆さん、やっぱお尻は割れ目があって逃げればでええなって思うことあります。あれ、ふと山あって一つのお尻やろ。あれが強くなったら寂しいよ。プリーンで、穴ポツンでいいですよね。いやだよ、そんな犬みたいになってまうやろ、こんなやったら。犬みたいと思いますよ。いや、ほんとお前、3年の、まあ、温めるの3年で、もう医者との3年が6年かかるやないか。それは仕方ない、6年ですよ。無駄すぎるやろ。あの、僕たちがね、資料を叩き始めた時に入学した小学生がですね、僕が医者品を食べる時には、卒業していくと。とんだ笑い頃にされるやろ、お前。なんともね、エモい話ですな。どこがエモい。エピソード投入されて終わるからやめとけ、そんなの。エモございます。なにそれ。え、エモございます。エモございます。ええか、はい、終われや。エモーい。もうええってでございますけどね。でもこうやったらね、お尻は熱々になるわけですよ。ええってそんな。熱っ熱っ熱っ。ああこんななる。ほんまにすごいな、お前のケツ。もうケツ焼きもでええか。いや、ええわけないやろ、お前は。と緑大と申します。よろしくお願いします。お願いします。ね、たくさんですね。ご機嫌で何よりですね。何よやっていきたいと思いますけど、まあ、最近僕ね、はい、心理テストにハマってるんですけどな。ああ、まあまあ好きな人多いですよね、はい、もうハマりすぎてね、うん、休みの日とか自分で作ったりしてるんですよ。いや、そんなやつおらんねん。いや、スパイスカレーぐらいの作ってるやつ。じっくりコトコト作ってるんですけどね。カレーやないか。うん、まあでも結構いいやつできたんで、今日は皆さん聞いていただきたいなと思って持ってきたんですよ。ほんま、はい、ほんなら今日ちょっと言ってみてよ。じゃあいきますね、うん、第1問。第1問ね。あなたはある日目覚めると、うん、超能力に目覚めていました。それは一体どんな能力。超能力ね。はい。A、空を飛ぶことができる鳥人間、はいはい、B、姿を隠せる透明人間、うん、C、未来を見ることができる予知人間となっています。ああ、なるほど、こんなよう聞きますよね。どれっていうね。ああ、じゃあこの中やったら B の透明人間。なるほどね。これで俺の何が分かんのよ。これはですね、その人がどんな人かっていうのを当てるテストなんですね。なるほど、俺の内面的なことが分かるんや、はい、そうそう。 B の透明人間を選んだあなた、はいはい、あなたはとっても、うん、エッチですね。はぁ、あ、エチエチです。なんでそれ、なんでちょっと嬉しそうやねん。かわいい。キモいねな。おかしいやないか。なんでそんな B の透明人間選んだだけでそんなこと言われやなあかんねん。透明人間になってやることなんてね、エロいことしかありませんよね。偏見でしかないやないか、お前の。鼻の下も伸ばしちゃって。伸びてへんわ、元からこんな顔やねん。ちょっとお前と同じような顔してんねんから。ちょっとな、一緒、同じ、全く一緒。なんかこいつで。第2問言っていい。第2問 ちゃんとしたやつで。じゃあ第2問いきますね、あなたは渋谷のスクランブル交差点で信号待ちをしています、うん、すると目の前に1台の車が止まりました。それは一体どんな車。車ね。はい。A、真っ赤なスポーツカー、はいはい、B、黒塗りのセダン、 C、中から外は見えるけど外から中は見えないトラック。マジックミラー号、いい渋谷やないか。マジックミラー号。知らんやつその顔できへんねんお前。鼻の下伸びきってるやないか。これはですね、その人恋愛スタイルが分かる心理テストなんですね。分かるか、こんなんで。A の真っ赤なスポーツカーというのは自分の気持ちに正直でも行き過ぎた行為で後悔することも多々あります。え、 B、黒塗りのセダンはガードは高めですけども一度心を開くと尽くしてしまうタイプ。ちょっとそれっぽいんかい。で、 C のエチエチカーを選んだあなた。選んで選んで選んで。おめでとうございます。マジックミラー号ですらなくなってるやないか。あなたはとってもエッチですね。もうええわそれ。そりゃそうやろ、エッチエッチカーやったら。第3問、食うならどれ。これ質問適当すぎるやろ。ええ、え、あ、お前、おい、お前、お前何言うつもりや。お前栗まんじゅう。お前言い方エッチですな。 C、 あ、 B、 C じゃん。B、 なんか先ほど全エネルギーをね、言っちゃいましたけど。 B、 Oh yes、 Oh yes。 それどういうこと。
おなすすっと言えや。シーパンティー。いや、シープリン食い物ですよ、なんやないか。ちょっとシーのパンティーしまっていい？いや、お前が選ぶんかい。僕はエッチですからね。もうええわ、それも。なんやねん、お前がいい心理テストできたって言うから付き合ったら、もうクソしょうもないやないか。実はですね、この3問が全部つながって1個の大きな心理テストになったんですよ。それも聞いたことあるけど、ほんまか、はい、これ実はすごいことが分かりまして、たった今この瞬間のその人が考えてる口には出せない深層心理っていうのが分かるんですよ。え、じゃあ俺のやつが分かるってこと、はい、分かります。すごいけど、ほんまやったらあなたはとってもエッチな気持ちになってますね。当たってますね。うん、エッチですね。どうもありがとうございました。僕らの方がトップバッターいいでしょ。次回トップバッターでいきますね。頑張りますんでね。そんなことより皆さん、何よ、僕ら仕事してきましたよ。何よ、はい、あの千鳥さんのね、あの癖がすごいグランプリね、あの YouTube 企画があるんですよ。それに出していただいてね、ネタのボードに告知すんなよ。今日どこにも出えへんからいうところじゃないかと思ったんですけど、再生回数が多い人がテレビに出れるっていう、ね、まあ、そうね、やつなんですけど、今のところですね、僕らの再生回数は、はいはい、ドクターハインリヒさんの10分の1以下です。そんな言うなびっくりしてる。見なくなくなるやろ。戦え戦えてね、そんなことないですよね。ちょっと拡散してほしいんですけどね、今のところ春の部の拡散希望って書いてあるツイートが、あのパチリツイートな、はい、そのうち2つが僕のアカウントと僕の裏アカって言って、え、お前の裏アカントだ。俺は最悪やん。フォロワー13人の裏アカでリツイートした。リツイートのうち1つ自分でやったしね。もうやん、これでしょ。あなた一生懸命やってって言ったのに。皆さん次第ですよ。こんなやつはよろしくお願いします。30ぐらいいきますね、今日ね。そうですね、よろしくお願いしますね。そんなことでございますね。自己紹介からやりましょう。はい、やりましょうか、はい、じゃあ僕がですね、ハルノブと言いましてね、はい、こいつが天狗森湯です。頑張りますんで、名前と顔だけでも覚えて帰ってくださいね。よろしくお願いします。すいませんね、こんな変な名前を連れてきて。天狗森湯ですからね。天狗森湯ですけどね、僕は。この前、女の子に天狗森湯ですって言ったら、え、下ネタですかって言われてましたから、ね。下品な女ですよね。誰が言うまあ、そんなこと気にしないから。頑張って言いましょうね、はい、僕この前電車乗ってたんですけど、はい、電車ね、あれ、うん、これもしかしたら痴漢なんかな、ジュバミに出くわしたんですよ。え、ちょっと待って、それちゃんと注意した？いやー、まあ、でも注意しようと思ったんですけど、確証がなかったんでできなかったんです。なんか冤罪とかも怖いじゃないですか今ね。いやいや、お前そういう時はもう怪しいと思った時点でガツンと言わないよお前。あー、やっぱそうなんですね。ね、怪しいと思ったらそいつのとこ行って、うん、ガツーン。クソしょうもないこと言うてるやん。なんやねんそれ。しょうもないこと言わんほうがいい。お、誰が言うてんのよ。人に信用されんようになってどのくじけたお前が言うなんやないか。もっとね、今からな、じゃあ俺怪しいやつ行動しとくから、電車の中だと注意してこい。ああ、俺が注意する、練習する、練習しとこ。ああ、オッケー。ああ、ムラムラすんなー。鼻の下ビヨーン、目が始めてビヨヨーン、可愛い子ちゃんの牛、いただきまーす。他にあんねん、そんなやつ。そんな俺が注意せんの勝手に捕まるやろ。おらんもんな。だから誰が言うてんねんて。そんなやついないんです。見たことありますよ、こんな近く。あるわけないやろ。じゃあ全部お前のセリフちゃうねん。お前の言いたいことすごい分かるわ。分かってないやろ。こんなリアリティ持ってやるの何の練習にならんもんな。なんでちょっと分かったふうにしゃべんねん。ちゃんとやろう、ちゃんと。ちゃんとやれよ。じゃあここが女性専用車両か。お尻、お尻、お尻、お尻ハイタッチ。どこにおんねん。オラフ中てるこんなやつはいません。そのスタッフやめろよお前。あとお前まだあんまり女性専用車両乗るな。乗ってないじゃん。お前が勝手に乗せたんやないか。乗ったらいかんからお前。やめろよ。ちゃんとしよう、ちゃんとしよう。ちゃんとしようっていうのは注意するかせんか微妙ぐらいのやつでええねんよ。あ、そうそうそう、それぐらいでええねん。あれちょっと怪しいな。おい、じゃそこなんだ、お前。ほんまに何してんねん、お前。何してんねん、お前。何してんの、俺。お前、多重人格なんだ。多重人格。じゃあ、お前の中になんか違う人格があって、そいつが悪さしてんのちゃうんかって言うてんの、俺は。バレちまったらしょうがねえな。もう、誰や、お前は。天狗森湯です。あ、天狗森湯でした。なんやねん、これ。もう一人の僕か。また違う出てきた。だからお前、誰やねんお前は。天狗森湯です。同じやねん。しょうもないことせんでええねん。天狗森湯です。天狗森湯です。天狗森湯 UFO キャッチャー。何
何やってんそこは、なんでもありちゃうんだよ。コインを入れてね。はぁ、コインを入れてね。なコイン入れたらええの。ジャニーン、しょうもないのすんなよ。殺すぞ。恥ずかしいわ俺。お前付き合ったったやろ俺。変なやつだけがお前変なやつらになるやろ。いやいやいや、勘弁してくれ。そんなことより名前痴漢される女性の気持ちを味わった方がいい。それ分かったら注意しようと思うから、ね、これ俺が女性やったらいいの。そうそうそう、俺今から痴漢するから。あ、ちゃんとやってくれ。この人怪しい。腕組むふりしておっぱいツンツンしようとしてない。この人ツンツン、もうツンツンって言ってる。喋っとってなんか千個森後ろで何が何が何が見とけよ。なんかね、なんかやってましたね。なんかやってましたね。まあ、そうですね、年末なんで頑張っていきましょう。皆さん頑張っていきましょう、ね。はい、寒くなってきましたけど ね、寒い頃も好きなんですけど、寒い頃になる前からね、ずっとラーメンが好きでね、あーラーメンね、ラーメンをね食べに行くんですけど、よくラーメン屋さんにね食べに行ってますね。あ、ごく稀にですね、このラーメンの中にゴミとか虫とかが入ってることってありますよね。これしょうがないですよね、そんなどうしてもね。でそういった時に僕は店員さん言えないもんですから。ああそうなん、もうゴミとか虫とか食べちゃって、あのラーメン残してんですけど。激ヤバやないかお前それ。いっぱい食べれんから何で腹満たしてんねん。いやでもそんなん店員さんに絶対言わなあかんねん。まあそれはそうですね。ねえ、だからお金払って損してるこっちなんやから、うん、まあ確かにな、そう思うけど、ね、まあじゃあ今日ちょうどいいや。じゃあ俺店員さんやったるし指摘する練習しよう。あ、ここで練習な。ね、俺やったら言いやすいですね。確かに確かに。ちょっとすいません、はい、あのラーメンにゴミみたいなもんが入ってるんですけど。大変失礼いたしました。あのこの味玉なんですけどね。味玉、うん、僕注文してないんですよこれ。トッピングやないかお前それ。ほんなら、え、これトッピング。いや店長のサービスの可能性もあるやろう言うね。このゴミみたいな味玉が、うん、ゴミみたいな味玉ってなんやねん。味玉嫌いなんか。好き。いや好きなんだよ。お前トッピングやお前得してるから、得してる時は言わんでええねん。あ、そうなん。損してる時だけですよね。それで言いましたらね、うん、虫が入ってたらこれ食べれませんから。もう虫なんか損してますよね僕。虫なんか絶対合うだよ。それでいこう。虫でいきます。ちょっとすいません、はい、あのラーメンに虫が入ってるんですけど、はい、大変失礼いたしました。あのこのヘラクレスオオカブトなんですけどね。こんなトッピングやないかお前それ。え、これトッピング。ヘラクレスオオカブトなの1万ぐらいすんねんぞ。するけどお前絶対これ入ってたら食べれんようになっとるやラーメンが。ハエとかゴキブリとかと一緒にすなお前は。お前がどうしてもお前クレームつけたいんやったら。つけたいよこんな。すいません、カブトムシラーメンついてるんですけど。そんなクレーム聞いたことあります。これとにかくお前が得してるやつは全部トッピングやの覚えとけ。そんなんで言いたい。じゃあ髪の毛でいきましょう。髪の毛、髪の毛なんか絶対ダメですよね。ボロッカス言ったったらええねん。ボロッカス言います。いえ、ちょっとすいません、はい、ラーメンに髪の毛入ってんですけど。大変失礼いたしました。なんかさっき女子大生みたいな子が運んできてくれたんですけどね。ほなトッピングやないかお前それ。トッピングですかこれ。お前何を自慢してんねん俺に。自慢じゃないやろこれは。自慢ですよね。しかもね、髪の毛だけじゃないですよ。運んできた時指も入ってましたからね。お前プラス500円や。あ、親指から A 出し取れてるやろお前そんなま。え、取れてないやろ。女子大生なんか全部トッピングや。お前こんな俺が食いたいわ。え、返せこれ。あんま、お前クレーマーやないかただの。僕クレーマーですかこれ。ちょっと待って、お前全然できない。ちょっと俺が指摘すると手本見したるから。ちょ、店員さんやって。店員さんやるかい。すいませんね。すいません、はい、なんでしょう。なんか変なの入ってるんですけど。大変申し訳ございません。こちら、あ、ネズミですね。何入れてくれてんねんお前。いやでもこれネズミとは言ってもハムスターなんで。あ、ほなトッピングか。ヘルメットかぶってるんで大将くんですね。ほなネズミやないかお前それ。大将くんってお前自称のあのハムスター言ってるだけのネズミやねん。さっさと下げろこれ。すいません、取っとこう。取り替えます。いらんこと言わんでええねん。すいません、お待たせしました。お詫びと言っちゃなんなんですけど、うん、サービスで味玉つけてます。あ、そらどうも。あとこちらもお詫びなんですけども、ヘラクレスオオカブトもつけてます。すいません、え、
ちょっとカブトムシにラーメンついてるんですけど。大変申し訳ございません。ちょっと新しいラーメンに取り替えます。もうラーメンこのままでいいんで、はい、ちょっとこのカブトムシのメスください。かしこまりました、うん、すいません、あいた、ユミポちゃん、髪の毛パサーン。何をどうしたらそうなんだよ、お前食われへんようになってないからラーメン、お前。でも私、女子大生なんで。ええー、出し取れてますね、大将これ。ありがとうございます。ごっそうさん、また来ますね。こいつはできーん。どうも。いきますよ。よいしょ、日本一お笑い会、こっからここまでわしの国、お一人大名と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これのことをね、さっき言っとったんですけどね。まあ、そうですよね。拍手が上手ですね、皆さんはね。いい前説がいらっしゃったんでしょうな。いや、わしは。そんなことよりね、何を、俺はヒーローになりたいぜ。いや、急に何やねん、お前。27歳やろ、今。この熱い思い、誰にも止められないぜ。いや、まあ、誰も止めませんけどね、そんなんで。みんな、応援してくれよな。できれば、経済的に応援してくれよな。いやらしいこと言うな、お前は。俺、なんや、その気持ち悪い喋り方、やめえよ。いや、せめてね、喋り方ぐらい色っぽくなりたいなと思ってたんですよ、僕は。小学生が見るタイプのアニメのヒーローやろ、それ。ダセダセ言うて。というのもな、ヒーローになりたいと言ったものの、必殺技がないことに昨日のより気づきまして、僕は。必殺技ね、まあ、ヒーローといえばみたいなところはあるかもしらんけど、まあ、昨日ね、根付き考えてきたのちょっと見てほしいな。何で用手してんの、皆さんにちょっと見てほしいんですよ、必殺技。ええけど、はい、いきますよ、うん、女神の名のもとに、ダブリー。待て待て待て、出たな、松浦男爵。誰が松浦男爵。ちょっと待て、なんでお前に必殺技ヒロイン系やねん。そこは別に引っかかってないよね、あれ。いや、見ないけど、取ったらお前ドリクマとかセーラームーンみたいな人がやるやつわかるで。お前みたいなやつがやるやつちゃうね、可愛い女の子じゃないと。この言葉知っとる？可愛いは作れる、ね、可愛いの土台持ち合わせてないじゃないか。みんな持っとる土台やとにかくお前見とけばええん、俺の人だぞ。ちょ、見といてくださいね。女神の名のもとにラブリーサバイバルナイフザクあった。何してんねんお前。どうやない。全然ラブリーじゃないもん出てきたやないか。いや、まあ、必ず殺すとかに必殺技ですからね、そこは。やるとしても狂気はなしやろ。ああそうなん。じゃあもう一個考えてきたやつ見てもらえる。何個持ってんねん。もう一個あるからいきますよ。星がキラーン、ヒュン、チャポン、シュワーン。頭おかしなったんちゃうか。真心込めたメロンクリームソーダでガシャーン。痛いのが痛かったわ今。何してんねん。どう、いや、あかんや、さっきと一緒やないか。メロンソーダ何も関係ないやん。いや、まあ、でも必ず殺すとかに必殺技ないな。どんだけそこにこだわってる。物理的なやつやめろ言うてんねん。そんだけ文句言うんだってお前考えてみろよ。じゃあなんで俺が考えなかんねん。いや、こんだけ文句言うてくれたら大層な必殺技持ってますよ。考えつくよ。頑張ってみるよ、炎があるやん。何でもいいから言ってみりゃええん。じゃあ、僕は春信っていうね、春信キックだったんですね。え、どうぞ。誰が言うてんねん。びっくりするわ。ええやろ、別に。そんな反応見たら分かるわ、高いから。そんな、俺がもっとええやつ考えてあるわ。いや、いやんねん、俺。かわいそうですな。ちょっと考えてあるわ。じゃあ、春信ランデブーとかどう。なんや、その平和そうな女。どうやって必殺するの。これ、敵の周りをうろちょろしながら。うろちょろって。咀嚼音を聞かせるっていう。気持ち悪すぎるやろ、その必殺技。敵はストレスで死ぬ。どんだけ嫌な音出すんか、それ。まあちょっと一回やってみて。はぁ、これをマイクを敵だと見立てて。うろんちょろしね。そう。そこで咀嚼音を加える。ちょっと引いとるやないか、お前。まあいいんじゃない。ええわけないやろ、お前。見てみろ、この空気。俺が殺されかけとるやないか。じゃあ大阪感出していってお前らしいやつ作ったらやな。ああ、なるほど。俺大阪出身やからね。結構必殺技はオーソドックスな感じにして、セリフで大阪感を出すっていう。いや、それでそれでそれちょうだいじゃん。まず構えて。カメハメハやん、まあ、そう、ここでセリフを言う。なるほどな。これがワイの通天閣やー。ダサい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 。てりゃー。で、俺の必殺技は感情でした。感情すっきゃねー。お前、タカジンさんだけはバカにすんなよ。あかん。ベイトの看板は震災橋。ええ加減に震災。嫌 やろ絶対。そんなダサくて恥ずかしいの。お前のために考えたらお前がやるなしかないやろ。ちょっと一回やってみて。一回だけでしょ、うん、本気でやるよ。分かったろ。見とる場合じゃないからな。これが俺の通天閣やー。てりゃー。館長すっきゃねー。パカグリコの看板は震災橋。ええ加減に震災。どう、恥ずかしすぎて死にそうや。そう、これが俺の必殺技。ああ、エコーというところでした。もうやばってます。どうも
ね。そうなんですけどね。はい、ということでやりましょう、ね、ちょっと挨拶みたいな感じで、さっきみたいにやってますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お寿司は女が握った方がうまい。はぁ、本当にやないねん。寿司屋って言うたら、男の仕事なんか男が握った方がうまいに決まってあるやないか。お前がそこまで言うんだったらな、今から俺が男寿司屋と女寿司屋あるから、お前客として食べに来たらよ。おい、ええけど、お前次第でも寿司食わへんこともあるで、お前望むところや。ガラガラガラ、ヘイレッシュ、男寿司屋は活気があってええな。お客さん、なに逃げ出しろ。ほんなら手に合って、えっ、あの中トロドラゴンベイ。ええねえねん、これくらいうるさいわ、活気があってええんですわ。中トロ一つお願いします。かしこでしょ。ええねえねえ、これくらい汚い方が職人の味が出てええねえ。ええねえねえ、大将がすっきりしてない寿司に集中できないとそれでええんですわ、ほんま。ええねえねえ、もう両手でいったったらええねえ。お待たせしました、チルトルです。じゃあこんなん食えるか。いや、食わんのかい。食わんのかよ。こんなの中トロやらで鼻くさない方だな。いや、まあ、よく見てくださいよ、ちゃんと中トロ握ってますから。どこにあんねん中トロ。ほら、何めくったよお前それ。鼻くそですけど。鼻くそやないか。ほんなら汚いな。逆やろ、普通中トロめくったら中に鼻くそ入ってへんねん中トロに普通は。まあ、じゃあ次俺女寿司屋で行くわな。どんな感情やねんお前の。よういけんの寿司屋。まあいいか、来い。ガラガラガラ、いらっしゃーん。女寿司屋、こんな気抜けた挨拶しかできんのかいな、ほんま。アロマキャンドルすっきり。お前アロマキャンドルって一番寿司屋に使わんやろ。お通しのスムージーよー。お前寿司屋のお通しがスムージーって、そんな笑わんやろお前。パー、うまい、もう一杯。ねえ見て見て、えネイル新しくしたの。おい、寿司屋がネイルすな。それにしても細くて綺麗な指。トントントン、トントントン。お前髪落ちてないと言わねえ、後ろでバンドでも何でもいいから。でも、髪の長い女はすっきゃねー。あ、もう嫌になっちゃう。あー、イエス、めっちゃすっきゃ。さて、何握ろうかしら。あ、お前寿司屋っちゅうたら足の速い光もんが命や。新鮮なサバ握ってもらいましょうか。わかったな、白子ね。何を性欲つけたとしてんの、お前。女は勝手な生き物やで、ほんま。お待たせしました、中炙り白子ですよ。マロマキャンドルで炙られてんのってな、お前。片っ端から変なもん置くから、そんなことなんねやろ。いや、くんかい。女寿司屋が一番や。女寿司屋が日本一。ただーやいじゃん、日本一お笑い会、こっからここまでわしの国、おしどり大学と申します。お願いします。みたいな感じでやっております。よろしくお願いします。いや、ちょっとね、最近思うことがありまして、うん、思うこと、何を。ああ、うん、感情されてぇなってな。はぁ、何を言うてんの、このお客さんの前で。いや、な、最近ね、なんかあの刺激がないな、日々にって思うんですよ。刺激とも、あんなとこ刺激ないこしたことないねん、お尻なんか。今日はそう言わずな、俺、今からコンビニ店員やるし、うん、感情してきて。コンビニの設定いる、それ。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。元気の店員さん、いらっしゃいませ。これとこれお願いします。お預けします、うん、ピッピッ、あのこちらのお弁当なんですけど、温めます。ああ、お願いします。かしこまりました。よいしょっと。おー、レンジそんな下にあることある。いや、ちょっと待てよ、この誘うようなケツの動き、感情してくれってことちゃう。お客様、お電話ツンツンしないでくださいね。あー、他のとこはツンツンしてもよさそうね。ほな、遠慮なしにベアー。気持ちいい、レンジがティーン。なんやねんこれ。全然足りんわ。はぁ、感情したんだよねこれ今。ちょっとじゃあ次は俺先輩刑事やるし、お前後輩刑事で張り込みをしつつ、好きがあったら感情してて。何のために設定出してんねん、さっきから。おい、どうだ、欲しい動きあったか。いえ、今のところありませんね。ちょっと俺の見せよ。先輩お願いします。よいしょと。お前もケツいじすぎて丸見えやってもうてるやないか。
あら、この誘うようなケツの動き、これ行くしかないんか。おい、最悪の場合、突入を視野に入れて、しっかり準備しておけよ。わおてて、感情なってますか。行くっきゃないでんてりゃ。ウキバティ室井さん、ケツの穴、封鎖できません。ずっと何してんねん。整いました。乱れ倒せるやろ、お前は。何をサウナみたいに言うてんねん。いや、すっきり、いや、ずっぽりいきましたね。うまいこと言わんでええねん、お前は。いやでもあれやな、なんかお前にばっか感情してたら俺も感情されてなってきたわ。ちょっと俺手術中のドクターやってるし、お前好きやったら感情していくぐらい。ドクターな、これより手術だじゃん。はい、メス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 がこの辺り。先生、先生、ここあります。おお、わかるな。おっと、手寄せたー。ちょ、ちょっと、私を使ってください。衛生的に聞きくれんけ。うん、この辺りをこうして、こうして、よっしゃー、これでどうや。ちょ、ベッド動かしますね。感情せえや、お前。なんやねん、お前ばっか感情してもろて、なんで俺に感情してくれへんねん。いや、お前、そんなに感情してほしいやつ、ちゃんと指揮出せよ、お前。指揮は？しっかり指揮を出せ、言うとな。ずっと突き出すらないか、俺、ケツね。やってやるから、指揮出してくれ、ここ、お前。あひひひ。いや、感情せえや、お前。しっかりせえや。誰が言うてんねん、お前は。どうもめっちゃいいなって思うんですよね。え、いきなりエロい話。どこがね。いや、高校野球ってええなって思う。ああ、高校野球な。そうそう、中でも一番感動するのが最終回一打逆転の場面ですよね。めちゃくちゃ熱いシーンですこれね。そうでしょ、うん、お前なんか元野球部なんやからそんなよう分かるやろ。いや、もうね、最終回一打逆転の場面なんて言ったらもうね、うん、緊張がすごいんですよこれ。やっぱそうなんや。もうここまで来たらね、バッターもピッチャーも一番大事なのは気持ち。気持ち、そう、気持ちが強いやつが勝つ、そういう世界ですからね、これ。めちゃくちゃ青春やんか。青春ですよ、これ。ちょっと俺もそれ体験したいから、俺バッターやですよ。お前ピッチャーちょっと球放ってきてくれ。ああ、バッターする。うん、体験させて。最終回、一打逆転の場面。バッター、ここ一番や。いや、俺カレー屋さんみたいになってるやん。社員番号は86371。いや、ヘルプの時の社員番号いらんねん。ええか、球放ってこい。ピッチャー、振りかぶって、第1球、投げた。おら、かきー。スパン、ストライク。どう入れかったの。いや、俺課金って言ったよ。打ったってことでええやないか。いや、お前じゃ絶対俺の球打てんから。あ、なんでやん。俺の方が気持ちが強いから決まっとるやつ。そんなん言ったもん勝ちにやんけ、お前。いや、そのこれは本当のことやから。お前ちょっとあれつけて、ちょっと確認した方がいい、俺の気持ち。あれってなんやん。てってれてってってーん。気持ちスカウター。なんじゃそりゃー。あ、どうしよう。気持ちスカウターとは、装着することで物に込められた気持ちが具現化されて見えるアイテムである。なるほど、それをつけたらお前の気持ちが見えるから、それ見ろってことやな。そうそうそう。あ、ほな、じゃあちょっと乱るかもう一回やってみろや。ちょっと腰抜かすなよ、お前。ちょっと手並み拝見でいきましょうか。ピッチャー振りかぶって、第2球、投げた。ギュル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 ギュン。ちょっとね、球やけどな。ちょっと気持ちスカウター、装着。うわー、球が顔になった。ぶち殺す。うわー、ぶっ殺すじゃなくて、ぶち殺すって言ってる。ピー、え、ピー。うわー、過激発言してピーって言ってる。あいつのピーにピーしてピーなことにしてやる。ピー、アメリカはどないなってんねんお前。いや、すごい気持ちや。こんなん負けてられへんで。おらー、ペキ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 。バットが折れた。サラ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 。ほんで、こんな危ないんだったら、ちょっと待て待て、高校野球金属バットやな。これが気持ちの力や。いや、気持ちでこんなんなんの。まれにあります、こういうことが。やるか、そんな。いや、でもお前の気持ちはすごいな、伝わったわ。伝わった。ちょっと俺もその気持ちに立ち向かうために、俺の気持ちもちょっと見てくれ。ちょっと見せてみや、お前。すごい気持ちが出てそうですね、これ。気持ち使った装着。なんですか、これは。俺のバッターもバッキバキやね。アウトや、お前、そんなもん言ったら。高校野球やろ、お前。何を勘違いしてんねん。別に俺の P が P になってるなんて言ってへんやろ。絶対いらんこと言っとるやんけ、それ。ええか、たまたまほっとこう。たまたま言うな、お前。おい、一応振り込んで、第3球、投げた。ギャッシ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 ャ
よろしくお願いします。僕ですね、あの、はいはい、医療ドラマが好きでして。あ、医療ドラマいいですよね。感動するじゃないですか、ね。まあ、確かにね、患者さんの家族のことから事情を考えると感情移入しやすいですよね。確かにね、うん、じゃ今から僕もお医者さんやります、うん、その患者さんや、あ、患者さんやいろいろありますから。はいはいはい、わかりました。先生、検査結果はどうだったんですか。そのことなんですが、その前に山本さん、ご家族は。妻と生まれたばかりの娘が一緒に。そうですか。僕ね、この間娘を初めてお風呂に入れたんですよ。僕は娘の成長をずっとずっと近くで。山本さん、お気持ちはわかりますが、もう娘さんをお風呂に入れることは無理かもしれません。先生、僕の病名は一体何なんですか。タムシです。はい、インキンタムシです。夏に5番回路なんておなじみの。それです。なんで俺インキンタムシやねん。インキンタムシは映りますよ。そういうこと言うてんじゃん。娘さんに指一本触れないでください。いや、分かってるわ、それは。処方箋出しときます。何をカッコつけてんじゃん、お前は。え、見たことあるんか、お前。医療ドラマで処方箋出してるシーン。何やろ。切らずにするのが一番いいからね。そういうこと言うでしょ。そういうこと言うでしょ。何でも彼女切れいいわけじゃないですから。切らずに、そういうこと言うでしょ。もっと深刻なやつじゃないと。インキンタムシも深刻ですよ。いや、そりゃそうかもしれない。痒くて寝れねえんだから。いやいや、お前なったことあんのかよ。知らんけどやな。いやいや、感情移入しにくいやん。しにくい。そりゃそうやろ、お前。え、じゃあどうすればいい。いやいやいや、なんかもっともっと重い病気みたいなのを見てもらおうとか。いや、入院しとくか。あ、入院ね。入院してる。あ、そういうやつでやってます。お願いします。山本さん、こんにちは。先生、わざわざありがとうございます。いや、これが私の仕事ですから。どうですか、まだ痒みますか。ダメしやないか。負けんなよ、お前。落ち着いてください、落ち着いてください、山本さん。書いちゃダメ、絶対書いちゃダメ。なんかめっちゃ隠されてんねん。書いたらもっと書いてなきゃ。そんなことじゃ何してんねん、お前。その201号室の山本さん急変、注文入れます。もうさ、騒いでるわけちゃうねん、お前。書くぐらいな、叩いて。いやいや、いや、叩いて。持ってこいや。何してんねん。え、ダメ。いや、タムシもそうやけど、ベッド潰してる人、その隔離するような病気にちゃうねん、あれ。でも映りますからね、あれ。そういうこと言うてんちゃうねん、ちゃんとやれや。結果をシンプルに伝えます。それでいきましょう。じゃあちゃんとやってな。ちゃんとやります。山本さん、この前の検査の結果なんですが、まずこちら見てもらっていいですか。この辺りに異常があるの分かりますよ。僕のレントゲンの写真ですか。いや、これ山本さんの股裏の写真です。もうええわ。この辺りもすごい変えるそうで、もう写真で写りそう、これもう。なんか、いや、もう僕帰りますから。もう山本さん、バタンバタンガチャ。え、なんで書いてる。あなたをこの部屋から出すわけにはいかない。え、そして、この私もね。まさか先生。洗ってないでいじっちゃいましたね。何してんだよ、お前。どんなに病室やねん。やっぱりね。ふざけんなよ、お前。この病院は10分後に爆破されます。まさか何ですって。我々パンデミックの引き合いに。何、ね、カットでお願いします。カットはできへんやろ、そんなもん。テイク2お願いします。誰に言ってるんだよ。我々がパンデミックの引き金になるわけにはいかない。家族の、いや、全人類のためにもね。いや、もう薬塗ったらよろしいや、さっきダチョウが薬あれでええから。山本さん、私にも娘がいます。その娘が最近私に言うんです。パパの下着と一緒に洗濯しないってね。娘は私の病気に気づいてたんでしょう。思春期だけでしょ、それ。そういう考え方もありますね。いや、それしかないやろ。いや、僕まだ死にたないんですよ。山本さん、死の恐怖に耐えられないときはこの薬を使ってください。まさかこれ。そうです。外にはサッと塗って、中にはちょっと注入してください。ボラキノールやないか。ピンポン。しょうもないよ、お前。何や、何の意味があるの。思いっきり注入してください。悲しいわ、お前。ウィガーインゼリーみたいに言っても大丈夫です。どういうこと。言っても大丈夫です。本当にいいんじゃないの、このアドリブ。そろそろ時間のようだ。あ、それではお先に。ちょっと先生、ちょっと待ってくださいよ。あ、いや、どのタイミングで先生。あ、いっぱい出てる。あ、悲しいわ。感動しますね。いや、元ネタなんやね、モデルの。みたいな感じでね、やってますんで、よろしくお願いします。皆さん、うん、男前が来ましたよ。誰、どこにおんねん、男前。男
男前がね、来ましたけどね。ブスしかおらへんやろ、俺らなんか。まあまあ、男後ろ2人でね、頑張っていきますけど。何やねん、男後ろ。男前がいないもんですから、そんな言葉ないねん、男後ろなんか。言うたことないやろ。まあまあ、でもね、やっぱりこうやってええ格好してね、やってるのは、やっぱりイメージとかね、やっぱ芸人はイメージとか、好感度ってやっぱ大事だと思うんですよ。あ、まあそろそうですよね。我々、人前に出るような仕事ですからね。電車乗ってる時もね、立ってるお年寄りがいらっしゃったら、これ席譲った方がいい。あ、そんな当たり前ですよね。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン。電車で立つのはしんどいな。ああ、嘆かわしい、嘆かわしい。弱きを助け、強きをくじく、大和魂はどこへやら。今日に恩があるのは誰のおかげか。それはあなたですよ、おじいさん。何を電車でべちゃべちゃ喋っとんねん。年を取られた足腰はさぞつらいでしょう。何せ地球には重力がある、 G がかかりますからね。おじいさん、なんかようわからんけどしょうもないこと言うてるで。お席にどうぞ。何やねんこいつ。ちょっと待って、今俺めちゃくちゃええやつだと思われてない？思われてるか。ねえ、そんな電車で大きい声出したら他のお客さんに迷惑かかるやろ。いやいや、これぐらいやらないと好感度上がっていかないですからね、やっぱり。露骨すぎねん。実際そんな席ずときはさっとこうね、さりげなく譲らんとあかんねんから。実際には譲らんから大丈夫。はぁ、これは練習を見せてお客さんの好感度を上げる作戦やから。クズ野郎やないかお前、ね、実際でも電車でおじいさんおったら譲れ席。譲るわけないやろお前。はぁ、こっち朝から晩までバイトして疲れとんのに。お前何だよこれ。お年寄りに席譲るどころかな、お年寄りが座っててもその上に座りたいよ俺は。絶対すまん、そんなことは。ちょっと待って、え、今俺最低なやつだと思う。そう思われるやろ、そんなこと大きい声言うたら。勘弁してくれよお前。何や、最初言ったやろお前。いやいや、お前が悪いんや。じゃああれやとか、あれ、え、捨て犬拾う練習。いや練習やったら意味ないって言うてんねん。いや、まあ、そういうやつお前後で金あるからちょっと捨て犬やってくれよ。最悪のイメージだぞお前。まあ金もらえないとやりますけどね。やめて、やめて、やめて、ちょっと待っ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 て、遅い、おでん、おちんちんって何やねん、ちんちんやろ。やめて、性欲がすごいなこいつは。何やねんこいつ。お前に今の何がわかんねん。おじさんはね、顔を見ただけで何でもわかるんだよ。いや、キモすぎるやろこのおじさん。すぐに強制してやるから、ね、やめろ。気持ち悪いな。ちょっと待って、え、俺今めちゃくちゃいいやつだと思われてない？思われてるかそんなやつが。え、思われてない？実際にもちゃんと拾え。犬だから実際拾わんけどな。なんでやねん。拾うわけないやろ犬なんでやねん。犬なんか俺みたいなやつ拾わんでいいやん。野良の方が良かったなって後悔するやろ。どんな飼い方すんねん野良の。そもそもね、犬を飼えるぐらい経済力ある方は僕を拾ってください。いや、情けないこと言うな大きい声で。女性の方ね、女性の方。いや、こと言うな。お前もプライドもそうないんかお前は。ちょっと待って、え、俺クズ野郎だと思われてない？いや、思われてるって決まってる。今だけでずっと思われてない、最初から最後まで。まあ、でもね、そんなこと言いながらもね、こういう僕に付き合ってくれるこいつが一番いいやつかもしれないですよね。はぁ、なんやねんこいつ。いや、本当に本当に、ね、やっぱ僕みたいなのに付き合ってくれてコンビ3年ぐらい組んでくれてるわけですからね。まあ、急にないで。お前そんなの言うとっても実際思ってなかったって言うんやろ、後で。いや、これは本当に思ってる。はぁ、ちょっと待って、めっちゃいいやつちゃいます。ありがとうな。ねえ、お互い様やんけ、そんなよ。よろしく頼むわ。よろしく頼むわ。これからもね、よろしくお願いします。皆様ね、お一人一人のことよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。